外国人が心底買いたがる、日本の家具家電をご存知ですか？どうやら海外の人が心底欲しいと思うような家具や家電が、日本には存在しているみたいだぜ。確かに日本には高品質な製品が多いってよく言われているけど、心底欲しいっていうのは大げさなんじゃない？いやいや、今回のこの動画を見てもらえれば、大げさじゃなく本当に、日本の家具家電を切望する人が世界中にいるってわかると思うぜ。というわけで今回は、外国人が心底買いたがる日本の家具家電を7つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも海外の人たちが、心底買いたがっている日本の家具家電を予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのはエアコンだぜ。エアコン。確かに自動お掃除機能付きとか、人感センサー付きとか優秀なものはたくさんあるけど、海外にもエアコンはあるでしょ？もちろん、でも、海外に広く普及しているエアコンはセントラルエアコンというもので、日本のエアコンとは少し異なるんだ。セントラルエアコン？なんか強そうだけど、どういうエアコンなの？一箇所に熱源を置き、一元管理されているエアコンのことで、ダクトで各部屋に空気を送るエアコンだぜ。へえ、日本でも大きな商業施設とかビルはそうよね？そうそう。やっぱりそれは日本に比べて海外の家が大きいからなのかしら。そうだろうな。日本みたいに、各部屋につけてたら費用がかさむだろうしな。そうね。日本くらいコンパクトな家に住んでる人以外は、セントラルエアコンが良さそうよ。うんうん。それなのにどうして日本製のエアコンを欲しがる外国人がいるの？それは日本製のエアコンに省エネを期待する外国人が増えているからだぜ。なるほど。海外だと初期費用は、セントラルエアコンよりかかる可能性はあるけど、後々の電気代を考えて日本製のエアコンを求める人がいるわけね。そういうこと。人がいない部屋のエアコンは、スイッチをオフにしておけば無駄を省けるし、それぞれの部屋の人が自由に電源や温度管理をすることができるから、結果的に省エネにつながると大人気なんだ。確かに、人によっては暑がりだったり寒がりだったりするのに、どこの部屋も同じ温度設定にしかできないのは辛いし、必要ない人にとっては電力の無駄よね。そうなんだ。もちろん海外の人が、日本製のエアコンを欲しがる理由はそれだけじゃないんだけどな。他にはどんな理由があるの？これは実際の声を聞いた方がわかりやすいだろうから、エアコンに対する海外の人の反応を紹介していくな。うん。じゃあお願いします。パナソニックのエアコンが9年目になる。修理を頼んだのは2回だけ。三菱のエアコンは調整音。びっくりするよ。ダクトレスエアコンを設置したおかげで、今では家全体を冷やす必要なしに、寝苦しい夜を乗り切ることができてる。ファンタスティックとしか言いようがない。我が家の富士通はマイナス18度でも頑張ってるよ。さすがにその気温になるとエネルギー消費効率は悪いけど、それでも全く問題なく作動してる。ほうほう。耐久性、性能の良さ、静音性に感動する声があるみたいね。うん、これらが省エネ以外の日本のエアコンが人気な理由だぜ。なるほどねー。そもそも日本のエアコンのタイプが、世界で考えると少数派だったなんてねー。全く知らなかったわ。そうだよな。でも、今までセントラルエアコンが主流だった国でも、日本製のエアコンに切り替える人が増えているみたいだから、日本製のエアコンが主流になる日も近いかもな。わぁ、そんなに人気なのね。二つ目に紹介するのはキッチンだぜ。いや、それはさすがにないんじゃない？海外のキッチンの方がおしゃれなイメージだし、日本のキッチンは海外の人には狭すぎるでしょ。あはは、そりゃスペースがあるなら大きなキッチンがいいよな。でも日本はキッチンが小さいからこそ、工夫されたキッチングッズや家電が登場し、それらがとても便利だと大人気なんだぜ。ほうほう。キッチン自体じゃなくてキッチングッズとかのことなのね。100均とかでも便利グッズがいろいろ出てるものね。一台で何役もしてくれる家電とかもあるしね。うん、でも、海外の人たちがぜひ購入したい、と思っているものは、日本では当たり前すぎるものが多いから、霊夢はびっくりするかもしれないぜ。そうなの？どんなもの？じゃあ海外の人が購入したがっている、日本のキッチングッズや家電がわかる声を紹介していくぜ。うん、お願いします。日本のサランラップはなんと、くっついてぐしゃぐしゃになるということがないんだよ。安いサランラップでも日本のものはくっつかないんだよ。すごいことだよね。なるほど、ラップか。海外のラップはぐしゃぐしゃになっちゃうのね。でも、日本のものでも安いラップは切りづらくてイライラするわよ。わかる。でも海外の人からすると、それでさえ自国のラップよりはいいって感じるみたいだな。どうやらそのようね。さ、他の声も紹介していくぜ。日本のキッチンはすごい、綺麗だしちゃんと効率なんかも考えられてるし。日本自体を表しているようだよ。私も魚用のグリルが欲しい、さすが日本人って感じ。冷蔵庫の消臭剤は本当に欲しい。食べ物の匂いって一回つくとなかなか取れなくて困ってたから。
まずはその匂いがつく前に対処すればいいんだよね。そっか、魚焼きグリルって当たり前にあるものじゃないのね。うん、だから日本に住み始めたばかりの外国人たちは、魚焼きグリルを見て、日本のオーブン小さすぎないか、と驚くみたいなんだ。なるほど。オーブンと間違われるのね。うん。でも、この魚焼きグリルを実際に使った海外の人たちは、魚焼きグリルを大絶賛しているみたいなんだ。そうなの？うん、例えば、日本に住んでるんだけど、うちには高品質なオーブンがあるんだよ、後に知ったけど、これは魚用なんだね。でもそれで牛肉とかチキン焼いてるよ。日本のオーブン最高。ガスコンロに内蔵する引き出し式と、独立型の2つの日本式のグリルを購入しました。ソーセージもベーコンも完璧に焼けるし、キッチンに煙が出なくて最高です。そんなに色々焼けるの？私も日本に生まれて、魚以外を焼いたことがなかったからびっくりしたぜ。だけど、魚焼きグリルでステーキを焼くと、外は香ばしくこんがり焼けて、中はミディアムで柔らかくジューシーに焼き上がるらしいぜ。へえ、なんか焼いてみたくなってきた。でも、海外にもオーブンがあるのに、あえて魚焼きグリルが欲しいと思う外国人が多いのはどうしてなの？日本の魚焼きグリルはコンパクトで熱効率が良いから、一品だけ作るときとか少量を焼きたいときに便利なんだって。ああ、なるほど。海外のオーブンはすごく大きいからなかなか高温にならないのね。そういうこと。三つ目に紹介するのはパソコンだぜ。いやいや、パソコンはアップルでしょ。まあ時価総額はアップルが圧倒的首位なんだけど、パソコンの世界シェア率で言うと、レノボが圧倒的1位なんだぜ。へえ、そうなのね。まあ確かに MacBook に憧れはあるけど、Mac は高いから実際使ってるのは私もレノボだわ。ええ、そうなのか？私は Mac 使ってるぜ。肩もみしてくれたら今度貸してあげてもいいけど。いや、なんか腹立つな。まあ実際購入してる人が多いのは、価格帯が安くてスペックもいいレノボってことだな。でもレノボも海外のパソコンメーカーでしょ？うん。中国でパソコンなど、電子機器の製造販売をしているメーカーなんだけど、2004年に、アメリカのグローバル IT カンパニーである IBM の PC 事業部を買収して、存在感を大きくした企業なんだ。へえ、中国の企業だったのね。うん。日本の企業というイメージが強い、NEC と富士通も現在はレノボの傘下に入っているんだぜ。そうなの、知らなかったわ。結構知らない人が多いかもしれないな。今でも本社は日本にあるしな。ねえ、でもここまでの話からすると、日本製の PC ってほとんどないんじゃないの？うん。そもそも PC は、様々な国で製造されたパーツを組み合わせて作っているから、日本製の PC とかって定義づけは難しいかもな。なるほどね。冷蔵庫なら日立、食洗機ならパナソニックみたいな明確な回答がないってことね。そうそう。だけど、日本らしい日本のノートパソコンとして、海外の人たちから絶賛されているパソコンが存在するみたいなんだ。世界シェア上位には入ってないけど、密かな人気を集めてるって感じかしら？うん。それはどこのパソコンなの？パナソニックのノート PC、レッツノートだぜ。もしかして会社のパソコンとかでよく使われてるやつ？そうそう。悪口を言うつもりはないんだけど、あのちょっと古臭いデザインのやつよね？まあ今は、超薄型とかが流行ってるから、ちょっと古臭く見えがちだよな。だけど開発当初から現在まで一貫して、ビジネスシーンでの使用環境を想定した設計にこだわっているから、法人向けウルトラポータブル PC の中では、国内トップのシェア率を誇っているんだぜ。そうなのね。そんな国内のビジネスマンたちから、絶大な信頼を寄せられているレッツノートには、海外の人たちも欲しい、と思うような魅力がたっぷり詰まっているみたいだぜ。何がそんなにいいのかしら。それはレッツノートに対する、海外の人の反応からわかると思うから紹介していくぜ。LAN ポート、VGA、SD カードリーダー、DVD ドライブがついてる。バッテリーとキーボードも交換できる。いい機能はずっと残してあるのがいいところだ。冗談抜きで俺が仕事で使ったり、いとこが学校で使うならレッツノートがいいよ。バッテリーとキーボードの交換なんてできるのね。昔はそれが普通だったらしいぜ。交換可能バッテリーは復活してほしいよ。今でも頑丈な作りをしてるパナソニックのノート PC は大好きだよ。日本製ノート PC は最高だね。レッツノートみたいな、ノート PC を売る会社がもっとあればいいのに。すぐに壊れる USB 依存のゴミじゃなくてね。いや、口悪いな。四つ目に紹介するのは電子レンジだぜ。電子レンジ？そんなに大きく、国によって違いのある家電だとは思えないんだけど。それがあるんだなぁ。2023年の3月上旬にマキタから発売された電子レンジなんだけど、日本でも発売時には衝撃が走った商品なんだぜ。そうなの？聞いたことないけど。一体どんな電子レンジなの？なんと、充電式電子レンジだぜ。ポータブルってこと？
うん、ターゲットは、マキタの 40V MAX リチウムイオンバッテリーを所有する建設現場の人たちで、現場での昼食時や休憩時に、温かいものを飲食できるように開発したらしいんだ。ほうほう。なるほどね。災害時とかにも役立ちそうね。うん、それも想定している商品みたいだぜ。冗談か？って思うような商品だけど間違いなく便利ね。だよな、話題になるきっかけとなった、家電ニュースサイトの記事が掲載されたのが3月31日だったから、一日早いエイプリルフールだろ？と疑う声もあったらしいぜ。あはは、それは確かに疑っちゃうかも。でも本当だったから、海外の人たちもこの電子レンジに衝撃を受けほしい、と声を上げているみたいなんだ。世界にも注目されているなんてすごいわね。そうだよな。じゃあここからは、マキタの充電式電子レンジに対する海外の人の声を紹介するぜ。カナダの屋外で働いてたらランチが凍り始めたよ。寒い中、冷たいフードを食べるのは最悪だよ。マキタの充電式電子レンジは現場に持ってこいだね。マキタは天才だわ。あのギミックな電子レンジのために、大勢の建設作業員が XGT バッテリーを買うだろうね。キャンプにも向いてそう。マキタはキャンプ用品に参入しだしたのかな？実際建設現場で働いている人や、キャンプをする人から注目されているのね。うん、この製品は、電子レンジが広く普及している日本ならではの製品だよな。え？電子レンジってどこの国にもある家電じゃないの？電子レンジの電磁波が体に悪いと考え、禁止とまではいかないものの、積極的に電子レンジを使用しない国は結構あるんだぜ。へえ、そうなのね。実際危険なの？残念ながら安全だとは言い切れないぜ。でも電磁波を発するのは電子レンジだけじゃないから、気にしだしたらキリがないとは思うけどな。私は電子レンジ調理を良くするからなかったら困るわ。私も、5つ目に紹介するのは畳だぜ。畳、確かに日本ならではだけど、土足文化の海外の人たちに畳の部屋は合わないでしょ。まあそう思うよな。でも、近年海外では日本文化を取り入れた家作りが人気で、畳の輸出量が増加しているんだぜ。え、そうなの？うん、畳の上にベッドを置いたり、フローリングの上に畳とフロアベッドを配置したりと、自由な発想で家作りが行われているみたいだぜ。なるほどね。和モダンな感じってことね。そうそう、それに日本に住む外国人にも和室のある家が人気なんだぜ。へえ、そうなのね。日本人は逆に畳離れしていってるのにね。確かにな。日本人からすると畳は手入れが面倒で、物を置いたらへこむっていうイメージが強いもんな。そうそう。だけど畳好きの外国人たちは、フローリングよりも落ち着く畳を、リラックス空間に積極的に取り入れたがってるみたいなんだ。そうなのね。確かに畳の匂いとか手触りって落ち着くものね。畳とこたつの相性は最高だしね。うんうん、じゃあここからは、畳に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。もし俺が日本で家を持つとしたら、伝統的な和室は少なくとも一部屋は欲しいな。フローリングより和室が好きです。畳の柔らかさや匂いが好き。それに寝るときに布団を使うので、それ以外の時間は部屋が広く感じます。畳は気持ちいいです。植物だから柔らかい感じもします。やっぱり匂いや触り心地の良さに魅力を感じている人が多いのね。畳の部屋はそれ自体が芸術の一部みたいで美しいわよね。十数年和室で寝ています。子供と一緒にゴロゴロできるから畳が大好き。和室は私には芸術作品のように見えるよ。畳も障子も素敵だよね。畳は落ち着くから大好きだよ。夏は涼しく感じるしね。へえ、和室の部屋自体が芸術的だと感じる人も多いのね。6つ目に紹介するのはすだれだぜ。すだれ？夏に日よけに使うあのすだれ？うん、日本には奈良時代から存在していたと言われているぜ。万葉集とかにも出てくるものね。でもそのすだれが欲しいだなんて嘘でしょ？カーテンもタープもあるこのご時世に、どうしてすだれが欲しいわけ？日本人にとってはありきたりなデザインだし、昔ながらのアイテムだから魅力的だとは思わないよな。でも海外の人にとってはかなりクールなアイテムなんだぜ。いやー確かに日本らしいものではあるけど、海外の家には合わないでしょ。アジア圏ならまだしも、そう思うよな。だがなんと、すだれは米アマゾンで高評価されている商品なんだぜ。そうなの？信じられない。うん。海外の人の反応を見ればすぐに信じられると思うぜ。それじゃあ今すぐ紹介して。すだれは素晴らしいブラインドだよ。設置も簡単で見た目も良いというのが素敵だね。簡単に設置できて雰囲気がすごく良くなるのが最高だね。私は買ってきて5分くらいで設置が完了したよ。本当に素敵。すだれは木の床と合う色合いなのも良いよね。すだれは竹の隙間から外の様子もうっすら見えるんだよね。だから外の風景を完全には遮らない。私はちょうどこういうものが欲しかったんだよ。簡単に設置できる点がいいのね。でも見た目がオシャレっていうのはやっぱりよくわからないわ。
確かに、日本人にとってすだれはおしゃれなアイテムではないよな。でも海外の人たちが自宅に設置したすだれを見たら、確かにおしゃれだって納得できると思うぜ。そうなの？どんな感じなの？こんな感じだぜ。うわ、確かにおしゃれ、センス良すぎでしょ。あとこんな感じとか、こんな感じとか。いや、リゾートかよ。確かにリゾート地みたいだよな。でも確かにこれはおしゃれだと認めざるを得ないわ。そうだろ？なんかすだれを取り入れたくなってくるよな。確かにそうね。最後7つ目に紹介するのは風呂だぜ。お風呂？確かに海外の人は、お風呂に浸からずシャワーだけってイメージが強いわ。でも海外のお風呂にも浴槽はあるわよね？うん、ただ日本と違って海外では浴槽を洗い場として使うから、ゆっくりと浸かることを目的とした日本の浴槽とは異なる点があるみたいなんだ。なるほどね。どんな違いがあるの？大きな違いは深さだぜ。わかったかも、浸かる必要がないから海外の浴槽は浅いのかしら？おう、その通り。だから海外の浴槽でお風呂に浸かろうとしたら、肩まで浸かることはできないし、頭の置き場所がなくて全くリラックスできないらしいんだ。へえ、そうなのね。でもお風呂に浸かる文化がないならそれでいいんじゃないの？私もそう思ったぜ。だけど案外、お風呂に浸かってゆっくりしたいと考える外国人は多いみたいなんだ。そうなの？うん、その証拠に、オーバーフロー排水管を塞ぐことで、数センチ分水位を上げることができる浴槽排水口カバーが、米アマゾンで大人気らしいんだ。オーバーフロー排水管？お湯が一定の量を超えないよう、バスタブの側面に設置された排水管のことだぜ。え？どうしてお湯の量を一定にしないといけないの？バスタブが洗い場代わりの海外のお風呂には、バスタブにしか排水口がないから、お湯が溢れ出てしまったら浴槽の外が水浸しになっちゃうんだ。なるほど。そういうことか。でもそのリスクを冒してでも、浴槽にたっぷりお湯を張って、湯船に浸かりたい人が意外といるわけね。そういうこと。じゃあここからは、日本のお風呂に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。うん、お願いします。新婚旅行で日本に行った時に浴槽に入ったよ。西洋スタイルの浴槽だと、体の3分の2くらいまでしかお湯に浸からないから、日本式の浴槽の方が良かったな。日本のお風呂は全体がカプセル化していて浴室全体で排水できるのが好き。水が外に流れてく心配をしなくていいからね。自分は日本式のお風呂を家に設置するのが夢だよ。日本のバスタブは問題を全て解決していて素晴らしい。私の家のバスタブなんてお湯を張って使ってみても、水たまりに座っているようなものだわ。いや、それは言い過ぎだろ。私も水たまりはさすがに冗談だろって思ったんだけど、この写真を見て納得したぜ。え、ほんとだ。猫でちょうどいいくらいの深さしかないのね。確かにここに、背丈の大きい海外の人たちが使ったら水たまりレベルなのかもね。うん。この浅い浴槽に不満を持つ人たちの声はこんな感じだぜ。大の大人が入れる風呂が欲しい。お風呂でリラックス？できてねえよ。アメリカの風呂をこんな風にした人間を見つけ出して、責任を問いたいくらいだ。私たちがバスタブと呼んでいるのは、実際はクソみたいな浅い棺桶に過ぎない。相当な不満を抱えているようね。うん。海外の人たちもお風呂に対する考え方が、単純に汚れを落とすための場所から、リラックスする場所に変わってきているのかもな。そうかもしれないわね。さて今回は外国人が心底買いたがる日本の家具家電を7つ紹介したぜ。日本だと仕様が減ってきている畳やすだれが、海外の人たちの目には魅力的に映っているって知って、私もそれらの魅力に気づけた気がしたわ。うんうん、やっぱり古くからあるものは、魅力があるからずっと生き残ってるんだよな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。外国人が驚愕した、日本の家電の特徴を知っていますか？日本はものづくり大国と知られ、製造業が強い国だ。もちろん、家電製品も高品質で人気となっているんだな。家電製品の良さに国は関係ないでしょ。いや、日本の家電製品にある良さってものがあるんだぜ。というわけで今回は、外国人が驚愕した日本の家電の特徴を6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。1つ目は洗濯機だぜ。日本の洗濯機は、効率的で高性能だと驚かれているんだ。さすがに洗濯機はどこにでもあるわよ。確かにどこの国にも洗濯機はあるんだが、欧米と日本では洗濯機の仕様が違うんだ。なんで洗濯機の仕様が違うのかしら？具体的に教えてほしいわ。欧米と日本で洗濯機の仕様が異なるのは、その国によって洗濯文化が違うからなんだぜ。洗濯にも歴史があり、叩き洗いや高温洗浄など、各国の歴史が関係し、洗濯機の機能にも影響しているんだ。ヨーロッパとアメリカ、日本でそれぞれどのような違いがあるの？
まずヨーロッパではドラム式の洗濯機が一般的なんだぜ。ドラム式は少ない水で洗濯することが可能で、ドラムを回転させて衣類を上から水面へと落として洗うんだ。このドラム式の洗い方は叩き洗いを再現しているんだな。ヨーロッパでは、古代ローマから叩き洗いが主流として存在し、さらに伝染病のペストが流行した歴史もあるので、高温で熱する殺菌消毒ができるドラム式となったんだぜ。なるほどね。確かに伝染病の問題は大きいわ。また、ヨーロッパの水は硬水なので、水温を高温にした方が洗浄力が上がる点も、ドラム式が主流になった理由の一つと考えられるんだな。水の質が洗濯にも影響するのはびっくりよ。じゃあ、アメリカではどんな違いがあるのかしら？アメリカの洗濯機は、縦型で攪拌式が主流なんだぜ。洗濯槽の底から垂直に突き出した翼が、衣類の入った水をかき混ぜるような仕様となっているんだ。これはもともと、たらいに水と衣類を入れて熱し、混ぜながら洗濯をしていた歴史があるからなんだな。また、家族の人数が多いアメリカでは洗濯物も多く、まとめ洗いや大物洗いができることも、攪拌式の洗濯機が主流となった理由の一つなんだ。アメリカにはアメリカの洗濯の歴史があったわけね。それで日本の場合は何が違うのかしら？日本の洗濯機は、欧米と同じ縦型だが、渦巻き式だ。洗濯槽の底の平たい羽が水流を作って洗濯するんだぜ。渦巻き式だと、攪拌式よりも強い水流を作ることができ、洗濯時間をさらに短くすることが可能となっているんだ。これは日本の川の急流を洗濯槽で再現したんだな。おとぎ話の桃太郎でもおばあさんは川で洗濯をしているが、日本は古くから川の水流で洗濯をする考えなわけだぜ。確かに昔は川で洗濯ってイメージがあるわね。さらに日本の気候は高温多湿なので、衣類はこまめに少量ずつ洗濯する習慣があるんだ。水は軟水だから高温にせずとも洗浄力は十分だしな。だから、縦型の渦巻き式が主流となったわけなんだぜ。こまめに洗えて、洗濯時間も短く済む渦巻き式は、日本の洗濯文化に合うように作られたってわけだな。各国の洗濯文化の違いがよくわかったわ。それでも日本の洗濯機が驚かれているのは謎よ。近年の日本の洗濯機は、多くの機能がついているんだ。例えば、洗濯と乾燥のどちらもできる洗濯機だな。また、お風呂の水の再利用も驚かれる理由の一つだぜ。他には、洗濯機が小さいってのも驚かれるそうだな。日本人は清潔好きな民族だとも言われているんだ。驚かれる理由は様々なのね。実際に外国人からのコメントも知りたいわ。じゃあ、要望に応えて、いくつかコメントを紹介するぜ。煮沸消毒の機能がないことには驚いたよ。日本では高温での消毒を洗濯物にしないんだね。アメリカでは洗濯機と乾燥機のどちらもあるのは当たり前なんだ。日本だと洗濯機だけなのは当たり前だし、高温では洗濯しないわね。日本には洗濯と乾燥が一つでできる洗濯機があるんだ。日本人は無駄が嫌いで、何でも再利用するって聞いた。だから、洗濯では残り湯を使うんだね。洗濯機で残り湯を使えるのが本当に気に入った。お風呂の残り湯での洗濯は、結構驚かれているわ。というように日本の洗濯機は、外国人から驚かれているんだ。日本の清潔に対する考えや国柄がわかる話だったろ。日本の洗濯文化を知ることができてよかったわ。ヨーロッパと日本で洗濯文化が違えば、驚きも出てくるわね。二つ目は掃除機だぜ。日本の掃除機は海外とはまた違った特徴があるんだ。いやいや、掃除機はどこにでもある家電でしょ。さすがにそこまで大きな違いはないんじゃない。国が違えば文化習慣が違うからな。その国によって掃除の文化も違うから、掃除機だって国によって違う特徴を持っているんだぜ。そうなのね。じゃあ、具体的な違いを教えてよね。まず欧米と日本では掃除機のサイズ感が違うんだな。日本人は欧米人より体が小柄なので、掃除機も小さい方が使いやすいって理由があるんだぜ。また、日本の家は欧米よりも家が大きくないのもあって、そこまで大きな掃除機は必要ないんだ。だから、小回りが効いて、小柄な日本人でも使いやすい、スティックタイプのコードレスの掃除機が人気になっているな。確かにさっと掃除ができるコードレスはいいわね。その他にも、日本では掃除の時間があまり長くないんだ。毎日掃除機をかける家庭も日本では多くあるから、こまめに掃除して、さっと短い時間で済ませるわけだな。しかし、欧米では2日に1回か週に1回まとめて掃除をする。だから長く掃除するので大きな掃除機が好まれるんだぜ。かつ、欧米の掃除機は基本的に音がうるさいそうだな。音がうるさい掃除機とかありえないでしょ。いや、欧米では掃除機の音は吸引力を表すそうで、大きい音ほど吸引力が強いと考えられているんだぜ。だから、音が大きい掃除機が好まれているってわけだ。日本ではありえない考え方よね。日本だと静音性が高く、吸引力もあるのがいいからな。
どちらも兼ね備えた日本の掃除機はすごいわけだぜ。特にマキタの掃除機は海外にも驚かれているそうなんだ。マキタって工具で有名な日本の企業でしょ。一体、マキタの掃除機の何がすごいのよ。株式会社マキタは、愛知県安城市に本社がある、大手総合電動工具メーカーだぜ。世界的にも電動工具メーカーとして有名な企業だが、電動工具だけでなく、掃除機も販売しているんだ。その掃除機は軽くて使いやすく、かつ、コードレスなのに、素晴らしい吸引力で掃除がしやすいと人気なんだな。マキタが掃除機も販売しているのは知らなかったわ。だよな。マキタのコードレス掃除機は、ダイソンのコードレス掃除機よりも半分も軽いので、女性からの評価も非常に高く、海外でも驚かれているんだぜ。ダイソンの掃除機より軽いなんてすごいわね。海外からのコメントも教えてほしいわ。外国人からのコメントは次のようなものが多かったんだ。マキタの掃除機は本当に使いやすい。どこでも綺麗にしたいところに持って行って気軽に使えるのがいいよ。信じられない掃除機だよ。非常に軽くて毎日の掃除が爽快に行える。マキタの掃除機はかなり絶賛されているのね。やっぱりその軽さが驚きのポイントになっているわ。軽いのにめちゃめちゃパワーがあるのがすごいよ。最高の掃除機だね。想像していたよりもずっと吸引力があって驚いた。素晴らしい掃除機だ。とても軽くて吸引力もあって、フィルターの掃除もしやすい。軽さがすごいのはもちろんだけど、やっぱり吸引力は大切よね。軽くて吸引力があるなんてマキタの掃除機はすごいわ。マキタの掃除機は競合他社のものよりも優れてると思うね。この掃除機は家でも車でも使える優れものだ。キッチン、子供部屋、デッキ、車の中などあらゆる場所で使える。マキタの電動工具も持ってるんだけど、バッテリーが共有できるのが素晴らしいよね。さすが工具メーカーね。バッテリーの共有ができるなんてよく考えられているわ。というように、日本の掃除機は外国人に驚かれているんだ。マキタの掃除機は一家に一台欲しいほどすごいとわかっただろ。マキタの掃除機の素晴らしさが伝わったわよ。それに日本と欧米で掃除機の違いがあったのも面白かったわ。三つ目は冷蔵庫だぜ。日本の冷蔵庫には海外にはないアイディアが満載で、外国人に驚かれているんだが、霊夢は知っていたか？冷蔵庫で驚かれるようなことってあるかしら？冷やせるのは当たり前だし、普通でしょ。冷蔵庫だから冷やせなかったら困るだろ。日本の冷蔵庫が驚かれているのは、例えば扉だな。日本ではおなじみの機能だが、海外では珍しいものがあって、それはどちら側からでも開けることができる冷蔵庫なんだぜ。左右どちらからでも扉が開くことができるのは、シャープが世界で初めて開発した冷蔵庫の機能で、どちらからでも開くことができるので置き場所で困らないんだ。確かに日本では当たり前に見る冷蔵庫の機能だわ。でも、具体的にどんな時にいいのかしら？例えば、引っ越しの際に冷蔵庫の場所に困らないし、窓際でどちらかが狭い場所でも使いやすいわけなんだな。また、買い物袋をどちらの手に持っていても開けやすいぜ。この機能は海外でも販売してはいるそうだが、ごく一部の地域を除いては大変珍しいものなんだ。だから、外国人からよく注目される日本の冷蔵庫なんだな。最初はどちらからも開くことに日本人も驚いたわね。今ではよく見るものだからあって嬉しい便利機能よ。だよな。他にも日本の冷蔵庫には様々な機能があって、日本らしいものから、世界を驚かせているものまで、幅広い機能が搭載されているんだぜ。一体、冷蔵庫のどんな機能に驚かれているのよ？近年、大手家電メーカーのパナソニックは、冷蔵庫の見える化に力を入れているそうで、冷蔵庫の中に重さがわかるセンサーをつけているんだ。それによって外出先からスマホで冷蔵庫中の残量を、確認することが可能となっているんだぜ。他にはお弁当の粗熱を急速冷却するなんて機能もあるな。冷蔵庫の中の量を確認できるのは便利ね。お弁当の粗熱を気にするのは日本人だけでしょ。このような冷蔵庫の中身を確認することができる機能は、アイリスオーヤマと日立による冷蔵庫の機能にもあり、冷蔵庫内にカメラがあって、出先で確認が可能なんだ。その他にも、東芝は野菜の持ちがいい冷蔵庫を作り、三菱は大きさは以前と変わらないのに容量をアップし、たくさんのものを収容して冷蔵できるように開発したんだぜ。日本の冷蔵庫はどんどん進化していっているのね。いろいろなラインナップがあってびっくりだわ。実際、外国人は日本の冷蔵庫をどう思っているのかしら？外国人からのコメントは、次のようなものが多かったんだ。どちらでも開けられる冷蔵庫は、実際に見たことあるよ。未だにこっちの冷蔵庫に搭載されてないなんて驚きだ。他の国にもこのアイデアをシェアしてほしい。左右どっちからでも開けられるのは、シンプルだけど、酔っ払ってる時とかいいよな。左右どちらでも開けられるアイディアは、やっぱり驚かれているわね。日本の冷蔵庫の機能には、衝撃のあまり目が点になりました。日本には世界最高のガジェットがある。
日本旅行から戻ってきたばかりなんだ。僕らが泊まったホテルの部屋に同様の冷蔵庫があったよ。とんでもなく便利だったね。日本の冷蔵庫の技術はすごいことがわかるわ。便利なのもそうだけど、機能の素晴らしさが伝わるわね。このように日本の冷蔵庫は、外国人から驚かれているんだ。また、日本の冷蔵庫の進化は未だに止まっていないんだぜ。まだ進化しているなんて素晴らしいわ。一体どのような進化を遂げているのかしら？現在、日本は冷蔵庫の冷やし方を変えようとしているんだ。冷やし方ってどういうことなのよ？もっと具体的に教えてちょうだい。現代の冷蔵庫は、蒸気圧縮という化学を利用し、気化したガスが熱を吸って、冷蔵庫内を冷やし、また圧縮機で液化させ、外に熱を出して循環するんだ。しかし、冷却に使用する冷媒ガスはフロンを使っていて、これが漏洩するとオゾン層を破壊するとわかっているんだ。この流れから、代替フロンというものが開発されたが、それも地球温暖化の原因になる温室効果が、二酸化炭素の何倍も大きいことがわかったそうなんだぜ。地球環境に大きな影響があるのはダメよね。この問題があって、できれば冷蔵庫の冷却方法は、ガスを使わずにできるような方法にしたいというわけなんだ。そこで出てきた新たな方法が固体冷却という考えだぜ。いやいや、固体冷却ってどんなものよ？固体冷却とは、磁石を利用する冷却方法なんだ。磁石には高温になると磁力が弱まる性質があり、磁力が弱まるとき、磁石は熱を吸収するんだな。そして、磁力が強まるときには、熱を外に出すんだ。この磁石のサイクルを利用して、冷蔵庫内を冷やそうという考えがあり、今、日本の技術研究者はその開発を頑張っているんだ。ガスを使わずに冷やせるなんてすごい考えよね。どこでその開発は行われているの？愛知県名古屋市にある産業技術総合研究所では、その冷却システムの開発を行っているそうだが、まだまだ技術的に様々な問題があると言われているな。一体どんな問題があるの？まず、冷蔵庫を冷やせるだけの効果を生む磁石が必要だ。しかし、そのような磁石は磁力が弱まるまでの温度が幅広く、冷却効果を効果的に利用することができないんだ。しかも、冷蔵庫内でそれを実用化するには、一瞬で磁力を失うような磁石が必要になるそうなんだな。ちなみに、そんな夢のような素材を、戦術した産業技術総合研究所のチームは見つけていて、少しずつ実用化へと開発を進めているからすごいぜ。ちなみに、あとどれくらいで実用化できるのかしら？また、従来の冷蔵庫と違って何が良くなるの？戦術した研究所のチームは、あと5年後ぐらいまでに、実用化できるようにしたいと考えているそうだ。磁石による冷凍システムが確立され、実用化すれば、従来の冷蔵庫より省エネで冷蔵することが可能になり、かつ、今までより静かな冷蔵庫が出来上がるそうなんだぜ。それは素晴らしい冷蔵庫になるわね。今後の日本の冷蔵庫技術から目が離せないわ。四つ目はマッサージチェアだぜ。マッサージチェアって、家電量販店や銭湯にあるやつよね。まさにそれだ。マッサージチェアは、日本発祥だって知ってたか？それは知らなかったわ。日本はマッサージチェアを発明した国だったのね。そうだ。和歌山県出身の藤本信夫さんが作ったんだぜ。藤本信夫さんは、銭湯でリラックスしている人々を見てマッサージをしてくれる機会はできないかと思ったそうだ。そうして藤本信夫さんは、座ってマッサージを受けられる椅子を作ろうと考えたんだぜ。こうして、1954年に株式会社富士医療機は創業され、世界初のマッサージチェア富士自動マッサージ機が誕生した。初のマッサージチェアはどんなものだったの？世界初のマッサージチェアは、ソファー型の背もたれに、軟式野球のボールを応用しもみ玉が2つ付けられたんだ。もみ玉は自転車のチェーンで上下に動くものだったぜ。現在の価値で100万円ほどの高価な製品となったんだが、銭湯や温泉旅館などで一気に人気となったんだな。高価なものだったのになぜうまくいったのかしら？なぜなら、効果を入れ10円で3分間動く装置をつけ、マッサージチェアを設置するメリットがあったからなんだぜ。このタイプのマッサージチェアは元祖からだったのね。こうして生まれた日本のマッサージチェアは、現在でも大型ショッピングモールやネットカフェ、コインランドリーなどでも置かれるほど人気だな。今一番人気となっているのは、業務用マッサージチェアアンマオーというものだぜ。このマッサージチェアは、株式会社日本メディックが開発し、年間8億円ほどの売り上げを生み出しているそうなんだな。4ヶ月動き続けても壊れない高い耐久性がすごいんだ。なんだかすごいマッサージチェアが日本にはあるのね。家庭でもマッサージチェアを置いている人もいるけど、今やマッサージチェアは日本のすごい製品の一つだわ。そういうわけだぜ。最新のマッサージチェアは、AI で使用する人の体のデータを収集参照し、体の状態でマッサージの強さを調節することもできるんだ。また、病院と連携して健康管理をする機能もあるそうだぜ。マッサージチェアは、人の健康をサポートしているんだな。
ここまですごいなんて知らなかったわ。日本のマッサージチェアを外国人はどう思っているかしら？外国人からは次のような反応やコメントがあったんだぜ。本当に素晴らしいマッサージチェアよ。確かにこの製品は他より高いけど、タイ米を叩いただけの価値はあったわね。人生で出会った最良の製品の一つ。購入してからすでに数百回使用しているけど、とても気に入っているの。外国人もマッサージチェアを使ってくれていて嬉しいわね。感心した。僕はマッサージを受けるのが好きなんだけど、セラピストのところに行くのは億劫だから日本のマッサージチェアはすごいよ。マッサージに通い続けるより、日本のマッサージチェアを買った方がお得。このマッサージに出会えて本当に嬉しい。絶賛する外国人が多くて、私がびっくりしたわ。このように日本のマッサージチェアは、外国人から驚かれていることがわかっただろ。ここまで絶賛されているとは思わなかったわ。しかも、マッサージチェアが日本発祥だったのも驚きよ。今後も日本のマッサージチェアが進化していってほしいわね。5つ目はゲーム機だぜ。日本の家電で外国人から驚かれているものの一つといえば、家庭用ゲーム機を出さないわけにはいかないんだ。日本の家庭用ゲーム機は、任天堂やソニーなどが有名だぜ。確かに日本はゲーム産業も有名よね。家庭用ゲーム機は、日本の製品が世界一位だからな。日本の家庭用ゲーム機は昔から素晴らしいものが多いんだぜ。日本の家庭用ゲーム機が最初に出たのはいつ頃なの？日本で初めて出た家庭用ゲーム機は、エポック社のものだ。エポック社は、日本の中堅玩具メーカーの一つで、玩具で言えばシルバニアファミリーが有名な企業なんだぜ。このエポック社が1975年に発売したテレビテニスは、当時、たくさんのファンを生み出し大成功したんだ。1977年にはカートリッジ式家庭用ゲーム機である、カセットビジョンを同社が発売して業界をリードしたんだな。とても古い家庭用ゲーム機だから知らなかったけど、当時は最先端を行くゲーム機だったわけね。テレビテニスは、どんな家庭用ゲーム機だったの？テレビテニスは、テレビ側のチャンネルを受信して遊ぶ機器で、現在でも珍しいワイヤレスで遊べる家庭用ゲーム機だったんだ。二人で遊ぶゲームとなっていて、左右に飛び交うボールを、互いに打ち合ってスコアを競うルールのゲームだったんだぜ。しかし、スコア機能はゲーム自体にはなかったので、ゲーム機本体にスコアカウントのダイヤルがあったんだな。なんだかアナログな部分もあって面白いゲーム機だわ。そういうわけだ。その後、同年の家庭用ゲーム機には、任天堂のカラーテレビゲーム15が販売されて、1983年にはファミリーコンピューターが生まれるわけなんだぜ。同時代に発売されたゲーム機の中で最多出荷数を誇り、日本の家庭用ゲーム機に大きな影響を与えたんだ。ファミリーコンピューターは、有名すぎて知らない人もいないでしょ。カセットを交換して様々なゲームを遊ぶことができ、ドンキーコングやスーパーマリオブラザーズなど、今でもおなじみのゲームが遊べて大人気となったんだぜ。昔のゲームは当時最新の技術が使われていて、とても面白くて素晴らしいゲームだったわね。今でもあの頃のファンがいるでしょうし、ゲームは進化を続けているわ。他にも、日本の家庭用ゲーム機には、現在販売台数が世界一位のプレイステーションも存在するぜ。プレイステーションは、ソニー株式会社が販売するゲーム機だ。最初の機種であるプレイステーションは、1994年に発売され、高速なポリゴン描写が世界に衝撃を与えたんだ。全世界販売台数は、約1億200万台ですごかったぜ。プレイステーションは今でも進化して続いているゲーム機よね。このように日本の家庭用ゲーム機は、世界的にも人気で素晴らしいものなんだ。実際、外国人は日本のゲーム機をどう思っているのかしら？外国人からの反応は、次のようなものが多かったんだぜ。俺も任天堂64は大好きだ。今でも任天堂64を評価するアメリカ人はわかってる。任天堂64は、その名の通り任天堂のゲーム機よね。任天堂64は、任天堂が1996年に発売したゲーム機だ。スーパーファミコンの後継機として開発されたもので、任天堂が初めて出した 3D ゲームに対応するゲームなんだぜ。今でもファンがいるゲーム機で、海外でも人気なんだな。だから、外国人からのコメントにも出てくるわけね。他にはどんなコメントがあったのかしら？ヨーロッパでは任天堂より、プレステの方が人気なんだな。今も昔もアメリカ人が日本のゲームに夢中になってる。俺はプレステ派だった、レースゲームが充実してたから。多くの外国人が日本のゲーム機にハマっているのね。このように日本のゲーム機は、外国人から人気なんだぜ。昔から日本のゲーム機が好まれているのは驚きだよな。日本のゲーム産業は、世界に通用するってことがわかるわ。今後も任天堂やソニーには頑張ってもらいたいわね。6つ目は炊飯器だぜ。主食に米を食べる日本ということもあって、炊飯器の開発には、ことさら力を入れているんだ。だから、他国よりもすごいと外国人に驚かれているんだぜ。
確かに米に関して日本人は強い技術力がありそうだわ。だろ。しかも、電気炊飯器は日本で生まれた家電なんだぜ。そうだったのね。一体どうやって生まれたのかしら？もともと、江戸時代頃まで日本では鉄釜で炊いていたんだ。はじめちょろちょろ、チューパッパ、赤子泣いても蓋取るなと米の炊き方が伝わっていて時間のかかるものだったぜ。そんな手間のかかる炊飯が簡単にできる炊飯器は、夢、または魔法のような道具として登場するわけなんだ。初めて電気炊飯器が登場したのは、終戦後だったぜ。当時はすごい製品が登場したと驚かれたでしょうね。そうだな。高度経済成長期に入っていた日本では、洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビの3種の神器が登場し、そんな中で電気炊飯器も誕生したところだったそうだ。開発したのは愛媛県出身の南吉忠さんで、進駐軍向けの電気温水器を作った経歴の持ち主だぜ。1952年、当時44歳だった南吉忠さんは、電気炊飯器の開発依頼を、東京芝浦電機、現東芝から受け、様々な問題を解決しながら、完成させたんだ。電気炊飯器の開発は何が難しかったのよ？強火で一気に炊き上げれば美味しいご飯が炊けると、南吉忠さんは理論的にわかっていたそうなんだぜ。しかし、それを自動で行うにはいくつかの問題があったんだ。調理的には、釜の水を沸騰させて20分間加熱した後、自動でスイッチをオフにしなければならないんだが、季節によって気温が水温に影響する点があったんだぜ。また、水の量によっても沸騰する時間は変わるので、南吉忠さんはどうやってスイッチをオフにするか悩んだんだ。かなり難しい問題だってことはわかったわ。実際にどうやってちょうど良いタイミングで炊き上げたのかしら？南吉忠さんは、数々の試行錯誤の末に、水蒸気をタイマー代わりにする方法を編み出したんだ。釜を二重にし、外側の釜に20分で蒸発する量の水を入れ、沸騰する100度の温度でタイマーが切れるようにしたんだぜ。こうして世界初の電気炊飯器は誕生したんだな。素晴らしい発明をしてくれた南吉忠さんには、感謝してもしきれないわね。その後も電気炊飯器の進化は続いて、1970年代には炊飯後も保温のできる炊飯器が登場し、マイクロコンピューターでの細やかな火加減も可能になったぜ。現代では、炊き込みご飯やおかゆが作れるのは当たり前、また、パンを焼く機能やヨーグルトの発酵を行えるものなど、様々な機能が増え、調理のできるものなんかもあるんだ。日本の炊飯器には多くの可能性があったのね。まさに日本の炊飯器は、ご飯を炊くだけでなく、調理の下ごしらえやケーキを作ることまでも可能だからな。ここまでいろいろなことができることがわかると、日本人としても驚きの家電だと納得がいくわ。じゃあ、外国人からはどのような反応があるのかしら？外国人からのコメントをいくつか抜粋して紹介していくぜ。日本の高価な炊飯器をプレゼントでもらったけど、素晴らしいよ。僕は日本で炊飯器を買ってきたよ。日本の炊飯器を使ってくれている人がいるのは嬉しいわ。ネットで使い方を調べて、昨晩お米を炊いてみたんだ。うまくいったよ。僕はキューバ人なんだけど、日本の炊飯器で炊いたジャスミン米は完璧だったよ。いろんなタイプの米や穀類も調理できるようになってて素晴らしい。海外でも日本の炊飯器が活躍しているのは素晴らしいわね。このように日本の炊飯器は、外国人からも好評で、驚かれる機能が多い素晴らしい家電の一つなんだぜ。こんなにたくさんの外国人に驚かれ、使われているのを知って嬉しいわ。今後も日本の炊飯器が進化を続けていってほしいわね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。外国人が衝撃を受けた、日本の家の特徴を知ってますか？オッスレイム。って、なーに縁側でだらっとしてるんだよ。別にいいじゃない。今日はいい天気なんだからこうしてのんびりしたくもなるわよ。青空の下で縁側でのんびり過ごす。まさに日本人の特権ね。まあ気持ちはわからんでもないけどな。ところで、実は日本の家には他にも海外にはないような特徴が結構あるって知ってたか？あら、それは知らなかったわ。それじゃあせっかくだし、どんなもんか聞かせてもらおうじゃない。それじゃあ今回は、外国人が衝撃を受けた、日本の家の特徴を6つ紹介するぜ。私たちにとって当たり前の特徴が、海外ではどう思われているのか反応も交えて紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってね。というわけで、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、和室だ。和室は、伝統的な日本家屋特有の部屋で、国内外の人々が考える日本特有の部屋と聞かれたら真っ先に思い浮かべるものの一つだ。床に敷き詰められた畳、外や他の部屋と区切る障子や襖、そして壁などに飾られる掛け軸や置物、これぞザ日本って要素が詰まってるものね。
まあ霊夢の家はいろいろだらしない状態になってるから、それっぽい要素はほとんどないんだけどな。やかましいわ。そんな日本の和室の歴史は古く、鎌倉時代にはすでにあったとされている。この時代に、それまで寝床に敷くだけだった畳を床一面に敷き詰めるといった、書院造りという住宅様式が取り入れられ、それが今の和室の基本となったそうだ。こうした様式は、当時は天皇や位の高い貴族のみしか畳を使えなかったため普及しなかったそうだ。だが、後に千利休が広めるなどして庶民にも広まった結果、畳を使った和室が浸透していったとのことだ。こうしてみると、一般的に使われるようになるまで結構時間がかかったんだね。そんな和室は、日本だけでなく外国人からもかなり人気が高い。人気の理由として、和室は木造で作られているため全体的に落ち着いた雰囲気となっていることや木材や畳の匂いや柔らかさに癒されるという意見があるな。言ってしまえば自然に囲まれているようなものだからね。それに、畳にもそうした効果があるって話でしょ？さすが現役で日本家屋に住んでるだけあるな。霊夢の言う通り、畳に使われているイグサには、ホコリなどを吸収して部屋の空気をきれいにする空気清浄効果もあるんだ。さらにイグサの香りは脳をリラックスさせる効果があると言われてるので、リラックススペースに使うのに最適なんだ。だから、日本人も外国人も和室にいると落ち着くというのは必然と言っていい。そのため、最近では海外にも和室の要素を取り入れようと試みる人々も出てきており、日本の文化をインテリアとして取り入れた家づくりが人気となっているぞ。日本伝統の文化を日常に取り入れてくれたいと思えるほど気に入ってくれたのは、嬉しい限りね。ではここで、日本の和室に対する海外の反応を見てみよう。日本の文化が好きなので、やはり和室です。畳の柔らかさや匂いも好きです。寝るときに布団を使うので、それ以外の時間は部屋が広く感じます。和室は素晴らしい空間だ。自分も自宅に畳の部屋が欲しいとずっと思ってたんだよね。ただ、家具が畳に影響を与えないかが心配だ。和室は好きです。日本にいるからには布団で寝たい。布団なら畳です。畳の匂いも好きです。ただ、和室のメンテナンス、掃除の仕方はわかりません。人気なだけあって肯定的な意見がすごく多いね。一方で、畳に家具を置くことへの懸念や畳のメンテナンスの仕方がわからないという意見も結構多い。このあたりは日本人も同様なようで、フローリングの普及もあって和室のある家はどんどん減っている。とはいえ、最近は化学繊維を使って長持ちしやすい畳やフローリングにおける畳なんてのもあるから、和室の要素を取り入れやすくはなっているな。ちょっとした化学の進歩を感じるわね。まあ、使う用途を考えれば平安時代と似たような感じになってるから、ある意味先祖返りしてるとも捉えられるけどな。二つ目は、キッチンだ。あら、日本のキッチンで海外の人が衝撃を受けるところなんてあったかしら？そりゃもちろん、その圧倒的狭さだろうな。欠点じゃねえか。まあ冗談はさておき、日本のキッチンはスペースが限られている都合上、そのスペースを有効活用できるよう機能性が高い点が絶賛されてるんだ。へえ、キッチンの機能性はかなり重要だと思うんだけど、海外では違うの？海外でももちろん機能性はある程度重視されているが、それ以上にキッチンをインテリアの一つと考えているので、デザイン性の方を重視してるそうだ。というのも、海外では家に客を招いてパーティーをするという習慣が結構根付いていてな、必然的に家の内装を他人にさらす機会は多いんだ。そのため、キッチンは誰が見ても楽しめるように、綺麗でおしゃれなものに仕上げる、というのが当たり前の価値観になっているというわけだ。そうなんだ。日本だと台所は他人に見せないってのが割と普通だと思ってたから、そうした価値観は結構面白いわね。そうだな。私もキッチンなんて、自分がちゃんと使えればいいやって思ってたから、なかなか面白い考えだと思ったぜ。もっとも、最近はちょっと放置しすぎたせいで自分でもちょっと見たくないありさまになってるんだけどな。どんな惨状になってるのさ。一方、日本では先ほども言ってる通りスペースが限られているので、作業効率を高められるような機能性に重きを置いている。デザイン性もある程度考えられているが、海外のように見て楽しむというよりはスッキリスタイリッシュさを追求するといった方向性になっているぜ。この両立を突き詰めた結果、収納棚のスペースが効率よく、なおかつ多くのものが収納できるようになっていたり、調味料や調理器具を必要な時に出せるような作りをしている。そうそう。私も何回か見たことあるけど、そこに置き場があるなんてってびっくりするような仕掛けをしてるんだよね。こうした、限られたスペースでいかに作業しやすくするか、そして普段はいかにスッキリした見た目になるかを考えられてる点が、外国人から関心を集めてるんだ。なるほど。にしても、隠された機能がついてるとか、一つのことでいろいろなことができる点とかが男の子が好きそうな要素って感じもして面白いよね。言われてみれば、確かにそういった要素もあるにあるな。
ではここで、日本のキッチンに対する海外の反応を見てみよう。日本のキッチンはすごい、綺麗だしちゃんと効率なんかも考えられてるし、日本自体を表しているようだよ。日本のキッチンは清潔で効率的なキッチンしてるよ。うちはサイズも装備も倍の大きさだけど、あまり効率的じゃない。日本のミニマムスタイルの家は効率的で素敵だと思う。キッチンはアメリカのと比べると狭いけど、とても機能的でよくできてる。私もこういう日本の家が欲しいよ。やっぱり効率的に作業できる点が評価されてるようだね。面倒な作業をより楽にしたいってのは、万国共通の願いだからな。料理なんて毎日やることならなおさらだ。また、キッチンの他に使われている家電や調理器具の多機能さっぷりも評価されており、キッチンは無理だけど、せめてこっちは欲しいという声もあるぜ。確かに、日本の家電や調理器具もシンプルに見えていろんなことができたり作業が楽になるような作りになってるのが多いからね。そりゃ欲しくもなるわ。そうだな。ああ、私の家のキッチンもこんだけ楽しい仕掛けをしてやあんなことにならなかったかもしれないのにな。言い訳と現実逃避はいいから、家帰ったらさっさと片付けちゃいなさい。あ、はい。三つ目は、アパートだ。外国人がアパートに対して衝撃受ける点。わかった。狭さでしょ。さっきのキッチンの時も狭いし小さいって言ってたし、あの話を聞いてたらそう考えるのも無理はないし、実際間違ってない。だが、その他にも日本と海外では結構な違いがあるらしく、そこで驚かれているんだ。まずはデカさ。アパートといえば、日本だと1、2階ぐらいの集合住宅の賃貸物件ってイメージが根付いていると思うが、海外では必ずしもそうとは言えない。海外では、アパートのことは、アパートメントと呼んでおり、日本でいうところのマンションに近いものを指すそうだ。そのため、アパートと言われて案内されたら予想外に小さい物件だったとびっくりするらしいな。マンションをイメージして行ってみたらアパートだったってのは、確かにギャップでびっくりもするわ。ちなみに、海外でマンションというのは豪邸のことを指すので、あっちのアパートを見て、マンションみたいだねなんて言ったらびっくりされるから注意だ。まあ、日本だと都心のマンションとかも豪邸かよってレベルで高いからあながち間違っちゃいないというね。マンション価格は上がるよ、どこまでもってな。次に衝撃を受ける点として、家具や家電を自分で揃えなきゃいけないのが挙げられる。え？それって普通じゃないの？海外では、入居した時点で家電が一通り揃っているのが普通なんだ。日本でも家具、家電付きの賃貸は増えてきているが、海外では文字通り手ぶらで来てもそのまま泊まれるってぐらい充実しているんだとか。マジでか。最初から揃ってるとかありがたすぎでしょ。ただし、メーカーによって当たり外れが大きく、特に海外メーカーだと数回使っただけでぶっ壊れるなんてことも珍しくないらしい。全然ダメじゃねえか。しかし、備え付けのものは修理依頼をすれば無料で直してくれるから、修理費用に頭を悩ませる必要はないぜ。そうなの？それならまあ多少は目をつむれるけど。他には、日本のアパートは壁が薄く、他の部屋の生活音が普通に聞こえてくるという点も驚かれている。この辺は海外の安アパートでも珍しくないが、日本だと一見しっかりしているアパートでも起こるから余計に気になったらしいぞ。うん。一体何パレスなんだ？にしても、やっぱり海外の人から見て日本のアパートはいいものじゃないのかな？いや、一概にそうとも言い切れないぞ。というわけで、ここで日本のアパートに対する海外の反応を見てみよう。前にロフトがついてる部屋を見たことがある。快適そうだし明るくてすごく良いな。確か日本の狭小住宅を紹介する番組があったはず。機能的でミニマルな QOL の高い生活に興味があったから、狭い床面積を賢く使ってるのが興味深かったな。シンプルだけど綺麗だね。あまり広すぎないしこれくらいで十分だよ。あら、意外と高評価な意見もあるのね。私も意外だったんだが、おそらく昨今流行りを見せていたミニマリストからの評価と思われる。彼らは必要最低限のものしか持たないし持ちたくないという考えだから、余計な荷物を置く余地がない物件はむしろ性に合ってるってことらしいな。ミニマリストからの視点で見れば利点というのは盲点だったわ。こうした価値観の違いは、まさに多様性って感じがするぜ。四つ目は、トイレだ。やはり出たわね。日本のトイレ。日本の話題にする場合結構な頻度で登場するよな。さて、そんな準レギュラー的立ち位置のトイレだが、それだけ話題になるだけあって日本のトイレの海外評価はめちゃくちゃ高い。その理由のほとんどを担っているのが、温水洗浄便座の存在だ。温かい便座にウォシュレット機能。この二つが海外の人々に与えた影響は計り知れず、まさに革命と言っても過言ではないと言われている。革命とは大きく出たわね。だが実際、日本に来てトイレ体験をしたほとんどの人々が感激してるし、有名ハリウッドスターが実際に自分の家にも取り付けたって話も聞くぜ。それに一般家庭や、一部とはいえ公共施設にも付けられたって話はちらほら見かけるよね。
海外でも普及しているだけに、日本でももちろん普及しており、今じゃ大体の家庭に取り付けられてるから、決して大げさとは思えないけどな。うん、それだけ影響力があるって考えたら、納得してしまいそうだわ。しかし、実は海外の人々にとってそれ以上の驚きを覚えたという出来事が一つあるそうだ。あら、今上がった以外で日本のトイレにびっくりすることって何？それは、トイレと風呂が別々になっているという点だ。え？そんなの普通じゃない？むしろユニットバスの方が珍しいぐらいでしょ。霊夢の言う通り、日本でユニットバスを見かけるとしたら安アパートやホテルぐらいしかないが、海外ではどこでもユニットバスが基本なんだそうだ。だから、海外の人々は日本の家に来た際にこの点に驚くことが多いそうだ。そうなんだ。私としては一緒の方が色々と不便だしいい気分しないけどな。その辺はお国の事情や価値観の違いってやつだな。それに、海外だとユニットバスが2つ以上ついてるのが普通だったり、客用トイレなんてのもあるみたいだしな。客用のトイレってのが、なかなか斬新な存在ね。日本でも2階建ての広い家ならトイレが2つついてるってのは珍しくないが、客用トイレってのは確かにあまり聞かないよな。ってことは、やっぱり日本の風呂とトイレが別って構造はあまり受け入れられないのかな？ところがどっこい。そうでもないみたいだ。ってことで、日本のトイレに関する海外の反応を見てみよう。トイレとお風呂は別が良かったから、割と簡単に探せて良かったわ。大きなキッチンと、バストイレ別は譲れなかったわ。絶対にトイレとお風呂は別々が良かったの。不動産が探してくれて助かったわ。あら、結構喜ばれてる意見があるのね。主に女性の方々から好評な意見が多く上がってる印象だな。もっとも、それ以外にも喜ばれてる意見は多かったけどな。海外の人だからって、みんながユニットバスをいいってわけじゃないんだね。それに、ユニットバスだと温水洗浄便座がつけにくいという事情もあるらしい。確かに、ユニットバスだとお湯をかけないよう気をつける必要があるもんな。一応ユニットバス用のもあるらしいが、普通よりお高いから導入の敷居は必然的に高くなっちまうみたいだ。逆に言えば、そこまでして取り付けたい魅力が温水洗浄便座にはあるってことだね。さすが世界を魅了しただけはあるってことだな。5つ目は、お風呂だ。お風呂で驚かれる点というと、やっぱり今話題に出てたユニットバス関係かな？確かにお風呂とトイレが別で驚かれるって意見は風呂の方でもある。しかし、それ以上に驚かれる点は結構ある。その一つが、湯船だ。これまで、日本の家のものは何でも小さいとか狭いとか散々言われてきたが、今回ばかりは海外の方が小さいし狭いって意見が圧倒的に多い。そこまで言われるって、一体何が日本の湯船と違うのさ？それは、深さだ。日本と海外の湯船は、幅と長さはさほど差はないんだが、深さだけは全然違い、海外の湯船は日本の半分ぐらいと言われている。具体的に例えると、どこのご家庭にもいる猫を座らせた際、日本のはすっぽり収まるが、海外のはひょっこり顔を出せるそうだ。めっちゃ浅いわね。小柄な体格の多い日本人からしてもそう思うんだから、大柄な体型の外国人ならなおさらってわけだ。うん。これもやっぱり海外では湯船に浸かるって習慣がないことが関係してるのかな？かもな。それに海外だと湯船は主に子供が使うものってイメージなのもあるだろう。大人が使うにしても、休日とかにゆっくりリラックスするためだけというし。リラックスするためにつけられた湯船なのに、当人たちがリラックスできてないような気がする件について。おっとそこは突っ込んでやるな。また、そういったお風呂事情のため、日本では割と普通となっている自動で給湯するシステムや湯沸かし機能なんかも珍しいものだそうだ。そういった機能はお風呂に入る習慣がないと無用の長物と言っていいからね。海外に普及してないのも納得だわ。ってことで、日本のお風呂に対する海外の反応を見てみよう。私が日本に関して一番恋しく思うのは正直なところバスタブだ。完全に浸ることができる。こっちのバスタブよりはるかにいい。日本の風呂は日本旅行で最も懐かしく思うものかもしれない。西洋の風呂ももっとステップアップしなくちゃ。私は台東区に滞在したが、そこのバスルームは家のそれとほぼ同じサイズだった。それでも、そこに滞在している間に見たどんなものよりもそのバスタブを欲した。めっちゃバスタブが好評みたいね。何よりも欲したっていう点から、どれだけ気に入ったかがよくわかるな。このように、湯船に浸かる習慣がない海外でも日本のようにそこが深いバスタブには需要がある。しかし、水資源が豊富でインフラも整っている日本と違い、その辺が不自由な国はまだまだ多いから導入したくてもできないというのが現状のようだ。確か、海外ってお湯はあらかじめタンクに溜めて温めたやつを使うから、量に限りがあるって話だって前に聞いたことがあるわ。そういった事情を聞いてると、いつでも好きな時に気兼ねなくお風呂に入れることって、結構ありがたいことだってわかるよな。本当にね。
海外でもそのあたりの問題が解決して、日本みたいに気兼ねなくお風呂に入れるようになることを願っちゃうわ。これで最後だ。6つ目は耐震性が高い点だ。知っての通り、日本は世界でも有数の地震大国だ。そのため、日本の建築物と耐震対策は切っても切れない関係なんだ。そのため必然的に建築物における耐震対策は進んでおり、その技術は世界トップクラスと言われているぜ。確かに、世界では地震が来ても落ち着いて行動する日本人と同じくらい、耐震性の高さを評価する声は結構多いよね。ところで、日本で建物に対する耐震対策っていつ頃からされてたんだろうね。日本において耐震研究が進んだのは、大正末期に起きた関東大震災後とされている。この地震によって耐震研究が進み、研究成果から耐震基準も引き上げられたとのことだ。そして日本を襲った数々の震災を経て基準も見直されたり、地震に対する様々な技術を向上させるなどして、今の日本の立ち位置を確立したんだ。あら、もっと昔からやってると思ったけど意外と近代から行われてたんだね。ただ、歴史的建築物が地震で倒壊せず残っていたということを踏まえると、正式な記録に残ってないだけでそれ以前から考えられていたんじゃないかと言われているな。もしそうだとしたら、木造建築だけで見事に確立させてた日本の建築技術は本当にすごかったってことなんだろうね。そうなるな。ではここで、日本の耐震性の高さに関する海外の反応を見てみよう。日本では1000年くらい前に建てられた寺院ですら、巨大地震にある程度耐えられるようになっているってことだからすごいことだよ。昔日本で起こった地震の動画を見たけど、結構古そうな見た目の家でも揺れに耐えていて驚いてしまった。日本とトルコは真逆だね。日本のビルは巨大地震にも耐えられるようにしてるけど、トルコは腐敗で欠陥だらけ。耐震性の高さを称賛する声もあるけど、なんかトルコを揶揄する発言も見受けられるね。これはどういうこと？おそらく、2023年2月に起こったトルコシリア地震を受けてだろうと思うぜ。トルコも地震国家ということで耐震対策を強化する方針を打ち立てていたんだが、政治の腐敗や建築ブームに伴う違法建築の横行で守られてなかったそうだ。その結果、九段の地震の時に建物の大半が倒壊して甚大な被害を出すという結果につながったため、批判の的になったってわけだ。うへぇ、ってことは国がもっとしっかりやってればもっと被害が抑えられたかもしれないってわけよね。国民としてはたまったもんじゃないわね。まあ日本でも、軍部の圧力や戦後の資材不足で建築基準を緩めた結果、阪神淡路大震災で以来目にあったんだけどな。なんせ、戦後に建てられたものは倒壊し、戦前の建物は無事だったという事態になったって話だからな。日本でもやってたんかい。日本はその後是正して今の立ち位置を築き上げたから、トルコもしっかり反省して改善していってほしいところだな。最近は日本のみならず、他の国でも地震は頻発してる感じだもんね。今後どうなるかわからない以上、早いうちからしっかり備えておくことが大事よね。まあ、私の場合は家が無事でも家の中にあるものに押しつぶされそうだけどな。わかってるなら今のうちから掃除しておきなさい。はい、わかりました。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。外国人がビビった、日本の家具の特徴を知っていますか？霊夢、日本の家具には外国人をビビらせる特徴が、たくさんあるんだが知っているかな？家具って言ってもたくさんあるじゃない。しかも、家具のほとんどは海外にも存在しているわよ。いや、日本独自の家具だって存在するんだぜ。しかも、日本文化から生まれたものだから海外にはないものもあるんだ。というわけで、今回は外国人がビビった日本の家具の特徴を6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は机だぜ。日本の机といえば、まずは学習机や勉強机だな。これは日本の子供部屋に置かれる家具の一つだ。学習に特化した机となっていて、電気スタンドもついているんだ。子供時代に自分の机が持てるって喜ぶのよね。だけど、海外では学習机ってないものなの？日本のような学習机は、海外ではあまり売っていなくて、日本独自の習慣、文化だと言われているんだな。でも、近年はリビングで勉強する子供も増えていて、学習机を買わない家庭も増えてきているそうなんだぜ。それは時代の変化を感じるわね。ちなみに、学習机は普通の机と何が違うのかしら？まず、学習机は子供が使う家具なので、子供の成長に合わせて、椅子や机の高さを調整できるようになっているんだ。また、机に本棚が一体化、もしくは組み込まれていて、学習に必要な教科書や辞書、ノートなどを収納できるように工夫されているな。そして、先にも挙げたように電気スタンドとコンセントも、机
に合わせて組み込まれているのも一般的だぜ。子供の学習に必要なものは備え付けたって感じね。そうだな。この他にも、学習机本体の下に、収納可能な袖机が付属しているものも多くあるんだな。さらにランドセルが収納できる場所があったりもするんだぜ。子供の学習のために至れり尽くせりだわ。でも、なんで日本では学習机が生まれたの？日本で学習机が生まれたのは、1955年から1973年の高度経済成長期の頃なんだ。日本家屋の欧米化が進んで子供部屋ができたことや、子供に勉強をさせたい日本の親の気持ちなどが合わさって、子供部屋で勉強をするための学習机が生まれたわけだな。だから、最初日本の子供部屋のイメージは、学習するための部屋という感じだったそうなんだぜ。なるほどね。時代とともに入ってきた欧米文化の影響で、日本文化にも新しい形が生まれたってことだわ。そうやって生まれた学習机の機能性は、日本ならではと言っても過言ではないんだ。勉強に集中でき、メリハリをつけて学習できるんだぜ。近年はリビングで勉強することの良さも日本に定着してきて、リビングに勉強机を置く家庭もあるそうで、リビングに馴染むデザインの学習机も出てきているんだ。このような学習机という日本文化、習慣は、欧米にはなかなかないのもあって、外国人をビビらせているんだな。日本ならではの発想で生まれた家具は、今後も残っていてほしいものよね。二つ目は布団だぜ。日本の寝具は、ベッドや布団と種類があるが、古くから日本人に親しまれているのは、やっぱり布団だぜ。畳やフローリングなどの上に布団を敷いて寝るんだ。日本人なら布団は当たり前よね。海外ではベッドが多いのかしら？アジア圏では布団で寝る国もあるが、欧州だと屋内でも土足という理由からベッドが多い印象だな。土足で過ごす文化だと床が汚れやすいから、布団を敷いて寝るには困ることが多いわけだぜ。確かに部屋のどこでも土足ってのは、布団を敷く環境としては難点よね。しかし、そんな欧州の寝具事情が近年変わってきたんだぜ。なんと布団を好んで愛用している外国人が増えているんだ。一体、なんでなのかしら？ベッドより布団の方が何かいいことでもあるの？これはアメリカ人女性の実際の体験談があるんだぜ。アメリカ、ニューヨーク州の女性編集者の方が、日本の布団で寝るようになって睡眠が良くなったそうなんだ。なぜなら、布団の硬さが程よくて、体が沈み込まなくなり、夫の寝返りなども気にならなくなったそうなんだぜ。また、ベッドから落ちる心配もなくなったのが良かったそうだな。日本の布団で寝るだけで、睡眠の質が上がるなんてすごいわ。だよな。この方の話だけでなく、他の方の体験談も、アメリカ人からのコメントでいくつかあったから紹介するぜ。日本の布団で寝ると腰にいいんだ。また、布団だと畳んでしまうこともできるから、部屋のスペースを有効活用できて好きなんだよね。布団だと赤ちゃんと一緒に寝ることができる。ベッドだと起きてしまう可能性を考えて心配になるんだ。布団には様々な利点があるってことがわかるわ。むしろ、日本人が気にしていなかった利点もあるわね。日本の布団の硬さや安定感が、最高の睡眠を作ってくれるんだ。日本の布団で寝るようになってからは、ベッドで寝るのが気持ち悪くなったんだよね。日本の布団の習慣に慣れちゃった方がいるのね。布団の方が体に合っている欧州の方もいるわけだわ。このように欧州などの外国人の方々が、日本の布団の素晴らしさに気づいているんだぜ。もともとはベッドだった人も、今では布団を使ってるなんていう人も増えてるそうだな。最初は床に敷くってところに抵抗があったそうだが、寝心地の良さに驚いた外国人は多いんだ。国や文化を超えて日本の布団が好まれるのは、素晴らしいわね。日本人も改めて布団の良さに目を向けてみてほしいわ。三つ目はタンスだぜ。タンスって日本だけのものではないわよ。いやいや、日本には和ダンスってものがあるだろ。あれは西洋タンスとはまた違った趣や工夫があるんだぜ。その工夫や趣に外国人はビビっちゃったわけなんだ。和ダンスとは、日本で作られた伝統的なタンスのことだ。西洋タンスとは違って、見た目も雰囲気も異なっていて、かつ、職人によって一から丁寧に作られているんだ。ビビるほどの素晴らしさが和ダンスにあるなんて知らなかったわ。ぜひ、その和ダンスの魅力について教えてほしいわね。その要望に応えて、和ダンスの魅力を紹介していくぜ。まず一つは、木材の美しさがインテリアとして最高なんだ。木目の美しさを生かした作りになっているのが特徴だな。高級和ダンスは、欅や桐などの木材が使われていて、一本の木から取れた板材を一から職人の手で製材し、接合部に一切鉄釘を使わずに木を組んで作り上げるんだ。仕上げには漆、ウレタン漆塗りやオイルやワックスなどが使われるが、ただ仕上げ材を使うわけではなく、木目を生かす塗りをするんだ。まさに職人技が詰まった家具なのね。そういうわけだな。製材からタンスの組み立て、仕上げまでに、幾通りもの技法が使われていて、
作る職人や産地によっても雰囲気や見た目が変わるんだぜ。和ダンスの魅力の二つ目は、機能性だ。欅や桐などの木材は、防虫性や調湿性に優れていて、収納する服などのものを大切に保管することができるんだ。しかも、釘を使用しない刺し物という技術で作るので、和ダンス自体の耐久性も申し分がなく、美しい和ダンスを何十年と末長く使うことが可能なんだぜ。美しいタンスを末長く使うことができるのは嬉しいわね。でも、現代の日本や海外で使うには、雰囲気が合わないんじゃない？そんなことはないんだな。そこが和ダンスの魅力の三つ目だ。和ダンスは、シンプル、かつ、木の温かみや重厚感があり、洋風の室内においても、アクセントとなっておしゃれなんだぜ。近年はアンティーク家具として和ダンスが注目されていて、現代生活にも取り入れられ、一つのコーディネートとされているんだ。それは確かに魅力の一つになるわ。やっぱり使う時のコーディネートは気になるもの。ちなみに、そんな和ダンスは一体いつ頃からあるのかしら？日本でタンスが登場したのは、江戸時代前期頃で、だいたい、1661年から1673年の間と言われているそうだな。最初、和ダンスを持っていたのは富裕層だけだったんだ。もともと、昔の日本人は衣服を長持ちや質、氷など、収納箱に入れて保管していたんだが、服や持ち物が増えてからタンスが活躍するようになったんだぜ。そんなタンスが庶民にも普及したのは、江戸時代末期から明治にかけてだったそうだな。今でも和ダンスは高価なものってイメージがあるし、やっぱり職人によって作られるタンスは高価なものだったのね。今ではタンスを誰もが使っているが、和ダンスはその職人技術とともに受け継がれて、西洋タンスとはまた違う路線で生き残ったんだぜ。そして、現代では外国人をビビらせる家具となったわけだな。実際に、外国人からはどう言われているのかしら？じゃあ、外国人からのコメントをいくつか紹介していくぜ。日本の精巧な家具作りは本当にすごいよ。美しいタンスが素晴らしい。これは職人技術の頂点だな。品質は、英国の大手家具工房にも匹敵すると思う。日本の和ダンスの職人技術が褒められていて嬉しいわ。それほど素晴らしい技術だってことがわかるわね。日本のタンスってレールがないのに、引き出した時の空気で他の引き出しが押し出されるのがすごいんだよね。日本の職人はまるで芸術家だ。日本の筆タンスを買ったけど、引き出しがすごく滑らかだったよ。和ダンスの引き出しの滑らかさは、日本人としても驚きよ。そこに職人技を感じるのは、万国共通なのね。このように和ダンスの素晴らしさに外国人がビビったことがわかっただろ？褒めてくれる外国人が多くて嬉しかったわ。この和ダンスの魅力がもっと世界に広がってほしいわね。四つ目はこたつだぜ。日本のこたつの暖かさは、冬の寒さをしのぐのに最高だ。一度入ったら抜け出せないほど、こたつは魅力的だよな。あの心地よさに外国人もビビっちゃったんだぜ。確かにこたつの居心地の良さは凄まじいのよ。あれにはまったらもう大変なことになるわ。日本のこたつは、低いテーブルにこたつ布団をかけ、四方から足、時には腰まで入れるものとなっていて、日本の畳状の生活向きに改良されたものなんだ。発端は、中国から輸入された足炙りなるものだったが、その考えが囲炉裏で利用され、掘りごたつが生まれたんだぜ。日本のこたつのような家具は、アジア圏だとイランのコルシと言われるものがあるが、欧米では珍しい家具なので、注目を集めているんだな。中国からアイディアの一つが入ってきていたのね。ちなみに、日本のこたつはいつ生まれたのかしら？中世室町時代頃に足炙りが輸入されたそうだが、布団の材料となる綿が入ってきたのは16世紀だから、現代式のこたつの普及は、17世紀の江戸時代以降だぜ。伝統的な日本家屋の今にあった囲炉裏を床より下げ、上に布団を置くためのロー君でできたのが掘りごたつだ。これが現代のこたつの起源となっているんだぜ。近世江戸時代には、大人数で入るタイプの大ごたつというものもあったそうだな。中世の室町時代から江戸時代にかけて、こたつは日本の文化として発達していったのね。そうだぜ。こたつは火鉢とともに、冬には欠かせない暖房器具として発達してきたんだ。江戸時代中期には置きこたつが広まり、囲炉裏の代わりに中で火鉢を使用するようになったぜ。だから、現代の電気こたつが出るまでは、中で炭を使ってたんだ。こたつが日本文化の一つとなるまでの流れがわかるわね。昔から日本の冬の寒さには、こたつが欠かせなかったわけだわ。近年はアニメや漫画などの影響から、外国人にもこたつの様子が伝わるようになったことで、海外からの注目がこたつに集まるようになってきたんだぜ。欧州などでは床に座るという文化がないもんだから、最初はどういうものなのか想像に至らなかったそうだが、アニメや漫画の影響は大きかったんだな。確かに日常的なストーリーのアニメや漫画には、こたつでみかんを食べる様子が描かれているものね。
そのこたつにみかんというフレーズは、アニメや漫画が好きな外国人が覚えているそうだぜ。だから、憧れてこたつを購入した外国人は多いそうだ。そうなのね、ぜひ彼らの声を聞かせてほしいわよ。じゃあ、要望に応えていくつかコメントを紹介していくぜ。こたつ最高だわ。こたつはゲームをするときやノート PC を使うとき、3人くらいで食事したりするときに使うのに適してるよね。私はこたつを設置したら、猫が常にそこに入り浸るようになったわ。国を越えても、やっぱり日本のこたつは最高なのね。しかも、猫が入っちゃうのもあるあるだわ。こたつ買っちゃったよ。これは本当に素晴らしい。でもこたつを使うには変圧器も買わないとダメだってことを忘れないようにね。正直こたつはかなり気に入ってしまったよ。それとテーブルがリバーシブル構造になってて、白と黒のテーブルを使い分けられるのも気に入ったよ。確かになぜかテーブルが白黒でリバーシブルなのよ。海外で使うには、日本の電圧と違うのが難点なのね。でも、わざわざ変圧器を使ってまでこたつが欲しいなんてすごいわ。ここまで日本のこたつが外国人に気に入られているのはびっくりだろ。こんなに好まれているのは意外だったわ。床に座らないなどの文化の違いがあるのに、こたつを実際に使ってくれるのは嬉しいわよ。今後も日本文化の一つとしてこたつが世界へ伝わってほしいわ。5つ目はソファーだぜ。ソファーは日本独自の家具じゃないわよ。いやいや、日本には素晴らしい独自のソファーがあるだろ。日本にそんな素晴らしいソファーがあったかしら？なんと日本には外国人がビビっちまうソファーがあるんだ。それは日本で人をダメにするソファーと呼ばれているぜ。ああ、それは知っているわ。無印の体にフィットするソファーよね。本当に居心地が良くて私も大好きよ。霊夢が使っているのは初耳だぜ。じゃあ、ソファーの素晴らしさを身をもって知ってるわけだな。あのソファーに座ったら立ち上がれなくなるのよ。座ってて最高に心地よくなっちゃうのよね。人をダメにするソファーという名前も納得がいくぜ。霊夢をさらにダメ人間にするなんて、やばいソファーだ。違うわよ、元々がダメ人間みたいになってるじゃない。違ったのか？食い意地だけが霊夢の取り柄だと思ってたぜ。まったく、失礼しちゃうわ。霊夢をもダメにしちゃう無印良品のソファーは、人間も動物をも座った途端に動きたくなくさせるという、素晴らしく居心地が良いと人気のビーズクッションなんだ。正式な商品名は体にフィットするソファーと言うんだぜ。この人間をダメにしちゃうソファーは、海外でも人気で、一度使ったらもう戻れなくなると外国人をビビらせたんだな。この居心地の良さは海外にも伝わったのね。どんなコメントがあるのか、ぜひ知りたいわ。外国人からは次のようなコメントがあったんだぜ。フランスでも買えるよ。確かにこれは素晴らしい。形状記憶クッション的な感じで、感触も全然違うんだ。これは布張りの椅子よりも座り心地がいいような気がする。椅子よりも座り心地がいいなんて、椅子いらずだわ。しかも人をダメにするソファーはもう海外進出してたのね。無地の商品は全部好きだよ。このビーンバッグを5年間使ってるけど最高だ。一度座ったら立ち上がれるとは思わないでね。最高だけど、猫に取られたら大変だから気をつけてね。英語だとビーンバッグというのは知らなかったわ。確かに、猫に取られたら大変なことになるわね。このように無印良品の人をダメにするソファーは、外国人でも大人気となっていることがわかったかな？無印良品が海外にも進出していることもわかったわ。国境を越えても、人をダメにすることができるのね。無印良品が火付け役となったこのソファーは、類似商品が他のメーカーからも販売されているが、座り心地の良さは無印良品のものが一番だと言われているな。だから、メーカーごとに座り心地が違うこともわかっているぜ。また、クッションカバーや形状もメーカーごとに違うから、自分に合ったソファーを選んでみても楽しいんだ。本当にダメになれるかを試す人も増えそうだわ。今後は国を越えて人々をダメにしていきそうね。6つ目はインテリアだぜ。日本の住宅は、日本の気候や風土、生活習慣などを基盤に作られているので日本文化が色濃く出るんだ。だから、インテリアやデザインには、日本の地域性や国民性から来る特徴があるわけだぜ。その日本独自のインテリアに外国人はビビっているんだな。確かに日本住宅には日本の価値観が入っているわね。ちなみに、どのような点に外国人はビビっているのかしら？まず、日本の玄関土間という空間に驚く外国人は多いんだぜ。アメリカやヨーロッパでは靴を脱ぐ習慣、文化がないだろ。だから、玄関口に靴を脱ぐための土間がないんだぜ。土間がないのは日本ではなかなか見ないわよね。室内と外との区別があると、室内を清潔に保つのにもいいわ。次に日本の伝統的な家屋では、日本文化である禅の価値観が入っていると言われていて、家具を最小限に留め、空間を有効的に使うようになっているんだ。例えば、布団や座卓なども使う時だけ出して、使用しない場合は畳んでしまうようになっているわけだな。
機能性と美しい空間づくりを一緒に行うよう考えているわけだぜ。なんとなくわからなくはないけど、禅の価値観ってものをもっと詳しく教えてほしいわね。禅にはわびさびという考え方があるんだが、わびはつつましく、質素なものに美があるという価値観で、さびは時間の経過によって出てくる美という考えだぜ。だから、多くの家具を置くわけではなく、つつましく必要なものを置いて美しい空間を保つことや、木材や自然的な色調の家具を使う感覚のことを指すんだぜ。このような価値観から、日本の住宅は、落ち着いた色調の穏やかな空間が多いと言われているんだ。確かに自然的な空間や家具を好む人は多い気がするわね。実際に日本のインテリアを外国人はどう思っているの？外国人からは次のようなコメントがあったんだ。日本の住宅が大好きだ。日本の家をいろいろ見てきたけど、こんなに便利で機能的な家に住めたらいいだろうと思う。日本のトイレとバスが分かれていることは、本当に素晴らしいよ。トイレとお風呂の配置も価値観の違いなのね。やっぱりお風呂とトイレは別が一番よ。このように日本のインテリアの価値観は外国人に喜ばれているんだ。また、近年は欧州でジャパンディなるものが注目されているんだぜ。なんなの？そのジャパンディっていうものは、ジャパンディというのは、ジャパンとスカンディナビアを合わせた造語なんだ。北欧と日本のインテリアデザインを合わせたスタイルを指すぜ。このジャパンディが欧州で今注目を集めていて、ジャパンディスタイルは今後増えていくと言われているんだ。なんだか大きな化学反応がインテリアの考えに起きているのね。日本のインテリアの考えは分かったけど、なんで北欧のデザインが一緒になったのかしら？北欧と日本が一緒になった理由は、北欧のインテリアの価値観であるヒュッゲと禅の価値観には、共通点が多くあったからなんだぜ。ヒュッゲとは、居心地の良い時間や空間という意味だ。北欧の人々は部屋への関心が強く、居心地の良い空間を作るために、インテリアはシンプルで機能性の高いものを選ぶんだ。それはまさに日本のインテリアの価値観と一緒だわ。さらに、観葉植物を置いたり、自然素材を好むといった点も、日本のインテリアデザインと親和性が高いんだぜ。そのような点に着目した人々が、日本と北欧のインテリアを一緒に使ってみようとなったことから、ジャパンディスタイルが生まれたと考えられるんだな。文化同士の新しい出会いがあるなんて、素晴らしいわね。実際に外国人からはどのように言われているのかしら？要望に応えて、いくつかコメントを紹介していくぜ。北欧と日本のスタイルが融合してたなんて知らなかったよ。どっちも好きなスタイルだから最高だね。ミニマリストだから、ジャパンディデザインは快適で落ち着いていて超大好きだ。まさにこのスタイルにハマった人が外国人にいるのね。日本の天然素材を使用する感覚が好きなんだ。日本と北欧の良さをどちらも取り入れられるなんて素晴らしいよ。ジャパンディスタイルが大好きだ。文化的なものもスタイルも理解できて最高だよね。文化交流がインテリアデザインからできるなんて、新しい道ができたみたいで面白いわ。このように日本のインテリアは、文化的な意味合いでも、デザイン的なものでも素晴らしい融合を果たせることがわかったかな？今後も日本文化が発展してたくさんのものを生み出していってほしいわ。外国人がビビってしまうのもうなずける話だっただろ。そりゃ、新しいデザインが生み出されちゃうくらいなんだものね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。外国人が夢中になる、日本の家電を知ってますか？外国人が日本へ観光に来た際、お土産として家電がよく買われているって知ってたか？いやいや、せっかく日本に観光しに来たのにわざわざ家電を買っていくなんてことないでしょ。確かにそう思っちゃうのも無理はない。しかし、実際お土産として買われていくぐらい日本の家電は人気商品なんだぜ。というわけで、今回は外国人が夢中で買い漁る日本だけの家電を7つ紹介するぜ。意外な家電が人気だったりと見どころは多いから、ぜひ最後まで見ていってね。というわけで、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、便座だ。いきなり意外なものが来たわね。便座といっても、人気なのは温水洗浄便座。いわゆるウォシュレットだ。あ、ウォシュレットのことなんだ。確かにウォシュレットは外国人が日本に来て驚く要因の一つになってるって話はよく聞くね。霊夢の言う通り、外国人観光客がウォシュレット体験をしてその良さを絶賛する声はネットでもよく見聞きする。世界的に有名なセレブやスターも絶賛していて、中には、レオナルド・ディカプリオやウィル・スミスのように、ウォシュレット付きトイレを購入したスターもいるほどだ。トイレごと買っちゃうのはさすがセレブって感じね。そんなスターたちのように、日本でウォシュレット体験をした外国人が、日本で買って自宅に導入するなんてことは珍しくないんだ。特に、中国ではたびたび話題になる爆買いの対象に選ばれるほどの人気だったりするんだぜ。
中国人も目をつけるってことは相当の人気ってことよね。でも、そんなに人気なのになかなか普及はしないんだよね。霊夢が指摘する通り、絶賛の声に反して海外での普及率は今一つなところがある。よく理由に挙げられるのが、電圧の違い、水質の問題、様式の違いだ。電圧の違いは、普及率の都合で大半のウォシュレットは日本の電圧に合わせて作られている。だから海外に持ち込んでもそのまま使えないことがある。しかし、近年では海外の電圧に対応したウォシュレットも販売されているし、そうでなくても変圧器を使えば対応できるからクリア条件は結構簡単だ。確かに、これは比較的どうにかなる問題だよね。水質の問題は、ウォシュレットの普及率にもろに影響が出てる問題で有名だから、知ってる人もいるんじゃないか？確か、海外の水質は硬水のところが多いから、使っていくうちに石灰で詰まりを起こして使えなくなるってやつだよね。その通り。さらに、海外ではユニットバスが基本の様式だから、ウォシュレットに使える電源が設置されていないという問題もあるぞ。しかし、これらすべての問題を解決できる商品として水圧式ウォシュレットが注目されているぜ。水圧式は、名前の通り水の圧力を利用したウォシュレットだ。そのため電源は必要ないから電圧とか様式に関係なく使える。水質の問題も、設置されたフィルターを掃除すれば使い続けられるから石灰詰まりで使えなくなるというリスクはかなり低いぜ。ウォシュレットが抱える問題全部解決してるとかすごいじゃない。欠点は、電気が使えないから便座と水が冷たいところだな。割と見過ごせない欠点だな。そういうわけだから、普及してる場所も熱帯地域など年中暖かい場所に限られてるのが現状だ。しかし、技術の進歩は目覚ましい。いつかこれらの問題を乗り越えたウォシュレットはきっと誕生するはずだぜ。二つ目に紹介するのは、オーディオ製品だ。オーディオ製品というと、やっぱりどでかいスピーカーとかそういう類のもの？そういうイメージがあるだろうが、基本的に音響に関わる製品そのものを指してることもある。なので、今回はこっちの意味で人気の製品を紹介していこうと思う。日本の製品は海外でも評価が高いものが多い。その中でも人気なのが、ヘッドホンだ。特にソニー製のヘッドホンは海外でもかなり人気が高い製品だぜ。さすがかつてウォークマンで世界を席巻したソニー。こっちの分野だとかなり強いね。ヘッドホンは海外でもかなり性能がいい製品が多く、YouTube では比較動画を出している人も少なくない。そうした人の動画を見ると、音質の他に、デザインや装着感、さらにノイズキャンセリングの性能など様々な点で徹底的に比較してるんだ。その結果として、どちらも優れてはいるが、総合的にはソニーが上という結果になることが多いぜ。そこまで比較されてなおソニーを選ぶってことは、それだけ優れた製品なんだろうね。他に人気の機器といえば、ワイヤレスイヤホンだな。有線のイヤホンもまだ根強い人気を持っているが、やはり主流はワイヤレスに変わりつつあるのが現状だ。家電量販店に行っても、もはやワイヤレスの売り場の方が大きいまであるからね。そんなワイヤレスイヤホンで人気なメーカーは、やっぱりソニーだ。また出たわねソニー。まあヘッドホンで人気だったんだ。同じ用途の製品であるワイヤレスイヤホンだって人気は高いだろうさ。こちらもヘッドホン同様海外製のイヤホンと比較。様々な項目で評価されたぜ。イヤホンに関しては、比較対象がアップル社製の AirPods だったから、なかなか厳しい比較になったぜ。AirPods も使い勝手なんかの評価が高いからね。仕方ないね。しかし、それでもソニーのワイヤレスイヤホンが選ばれることも多かったぜ。どちらも選ばれるとは、さすがソニーね。それにしても、どっちの製品もデザインは別として、他はどれも外せない要素ばかりだね。私はつけた時の感触が良い製品が好きだから、そこが高評価なのが結構気になるわね。私はノイズキャンセリング機能が良いやつが好きだな。空を飛んでる時に、周りの音に邪魔されず自分の世界に入れる感覚が好きだからな。まあそのせいで事故りかけたこともしばしばあったが。自分の世界に入り込みすぎに注意ね。みんなはノイズキャンセリングの使いどころに気をつけろよ、私との約束だ。三つ目は、デジカメだ。え？デジカメって今でもまだ人気商品なの？そう思うのもわかるぜ。今のスマホのカメラの性能はかなり高い。特に iPhone シリーズなど一部のスマホは写真、動画のどちらもプロが認めるほどの高画質で撮ることができる。持ち運びもカメラと比べて断然楽で、撮影したら即 SNS で共有できる圧倒的お手軽さも利点だ。なので、一時期はスマホあればカメラいらなくね？とまで言われていたぜ。それほどまでにスマホのカメラ技術が発達してきたにもかかわらず、それでもデジカメの需要は確かに存在するんだぜ。一体どういう点でデジカメの需要はあるの？デジカメには、スマホではまだ実現できない高画質な写真や専門的な写真が撮れる点という利点があるんだ。スマホで写真を撮ると、全体にピントが合ったパンフォーカスな写真になる。
一方、デジカメだと背景をぼかして被写体にピントを合わせた、ボケ表現が出る写真を撮れるんだ。もちろんスマホでもアプリを使ったり設定をいじれば同じようなことができるが、被写体の解像度の高さはデジカメの方が高く、細かなところまで綺麗に撮ることができるんだ。つまり、霊夢みたいな微妙な被写体を撮るにしても、デジカメの方が雰囲気が出て綺麗な写真が撮りやすいってことだぜ。微妙とは失礼ね。さらに、夜景を撮ったり遠くのものや動いてるものを撮る場合はデジカメの方が圧倒的に綺麗に撮ることができるのが強みだ。スマホだとこのあたりがまだまだ弱いぜ。確かに、望遠モードで写真を撮ろうと思ったらかなり画質悪い写真になるよね。スペックが高いスマホだとまた違うんだろうけど。そうした事情から、普段使いならスマホでも十分だけど、専門的な写真を撮ったり特別な写真を撮るならデジカメを使うって人は結構多い。そして、そうした需要を満たせるデジカメの世界シェアのほとんどを占めているのが、キャノンやソニーといった日本企業製品なんだ。世界レベルで独占してるってのはすごいわね。日本のデジカメは、日本の技術力の高さを存分に発揮した品質の高さと、比較的買いやすい値段というコストパフォーマンスの高さを長年維持してきたから信頼が厚いんだ。しかも新規参入も難しい業界でもあるから、飛び抜けて高品質でコスパの良いデジカメでも作れない限り、このアドバンテージは揺らぐことはないだろうな。ちなみに、海外で有名なメーカーといえばライカやハッセルブラッドなどが上がるが、これらはガチの高級ブランド商品で、一般人がおいそれと手を出せない代物だ。デジカメの高級ブランドって想像しにくいんだけど、そんなに高いの？本体価格が中古でも50万は軽く超えてくる。新品だと100万近く。レンズなんかの付属品も揃えるとなるとちょっとお高い新車が買えちまうぜ。そりゃ一般人じゃ手が出せないわ。まあ、日本でも高いやつはそれぐらいするし、そもそもカメラ業界はこだわれば果てがないから、高級ブランドに手を出してなくてもそれぐらいかかるんだろうけどな。どこの業界も、沼は深いってことね。四つ目は、炊飯器だ。炊飯器？これはまた意外な家電が出てきたわね。驚く気持ちはわかるぜ。私たち日本人にとってはポピュラーな家電だが、日本以外に需要あるんかって思うよな。それが、ちゃんと需要はあるんだ。特に中国をはじめとしたアジア圏での人気が高く、便座でもちょっと話してた爆買いの対象に選ばれるほどなんだ。アジア圏じゃ米はよく食べられるから、炊飯器の需要と人気が出るのはあり得る話だね。でも、日本製にこだわる理由は何だろう？それは、あちらでは家電などで日本製ってところにステータスがつく傾向にあるからだ。中国など一部の国による低価格かつ大量生産に押し負けてる分野は少なくないものの、日本製品の性能と品質の高さへの信頼はまだまだ高い。それは炊飯器でも変わらないぜ。炊飯器にも様々な種類があり、値段もピンキリだ。それでも、よっぽど年代が古かったり安物でも買わない限りは一定の美味しさに仕上げることができる。さらに、圧力 IH 型になると大量に炊いたとしても頭一つ抜けたうまさに仕上がるということで、お米好きには非常に人気の高い商品となってるぜ。せっかく食べるなら美味しく炊き上げたいものね。私はまだ持ってないから、ちょっと検討してみようかな。圧力 IH 炊飯器も一昔前と比べてだいぶ買いやすい値段のものも増えてきたからな。それも悪くないと思うぜ。でも、炊飯器って日本と食文化が大体似てる国で需要あるのはわかるけど、他の国じゃそうでもないんじゃない？確かに、米料理は世界中に数あれど、調理方法や使ってる米の違い、さらに米に対する価値観の違いもあるから、必ずしもどこでも使われてるわけじゃない。一方で、アメリカなどでは玄米や麦飯などを健康食品として食べる国も出てきており、そうした国での炊飯器への需要は年々高まりを見せているぜ。アメリカでも米の人気が高いっていうのは意外な話ね。一般のスーパーではなかなか売ってないらしいが、専門店に行けば置いてあるらしい。ちなみに、アメリカではアメリカ産の米なのに日本っぽい名前をつけて売ってるらしい。アメリカ生まれなのに？それだけ米イコール日本ってイメージが根強い証拠なのかもな。とはいえ名前だけ日本っぽくしたお米ってわけでもないんだ。例えば、カルフォルニア在住の玉木一郎さんが作ってる玉木米ゴールドは、在米日本人から圧倒的支持を得ていたり、高級レストランに使われるほどのうまさだそうだ。他にも、玉錦、輝きといった米たちも、日本産の米に負けない味と風味を持っているという話だぜ。なるほど、海外産だからって必ずしも劣ってるわけじゃないってことなんだね。そうだな。とはいえこれらを買おうと思ったらネットで取り寄せるしかないし、何よりもかなり高くつく。だから、もし良い炊飯器を買った時も、無理して買わずに慣れ親しんだ日本産の米を使ってご飯を炊くといいぜ。後半お米の話しかしてなかったけど、そういえば炊飯器の紹介だったわね。5つ目に紹介するのは、美容用品だ。あら、女としては見過ごせないものがラインナップに来たわね。
ゆっくりの霊夢を女とカテゴライズしていいかはさておき、美容へのこだわりは女性が追求するテーマの一つではあるよね。さておかないでほしいんだけど。様々な美容用品があるが、海外、特に中国で人気を博してるのは美容家電だ。その中でも美顔器はかなりの人気を誇っているらしいぜ。美顔器とは、音霊、熱振動、電流、光などを利用して、フェイシャルケア、つまり、顔の皮膚を清潔にして素肌を整えたり、健康で美しい状態を維持するために使う機器だ。高価なエステや美容クリニックに行かなくても自宅で本格的な肌のケアができる便利さが利点で、昨今だとコロナによる巣ごもり需要もあって人気が高まったぜ。外出しないのに美容家電の需要が高くなったってなかなか不思議ね。どこにも行けなかったからこそ、自分磨きに力を注いだ女性もいたってことだな。それに在宅ワークでも顔を合わせる機会もあっただろうからな。美顔器にも、手持ちタイプからマスクタイプまで足したような機器があり、いろいろなメーカーが商品を出しているが、その中でも頭一つ抜けてるのがヤーマンという会社だ。ヤーマンは、美容、健康機器メーカー最大手の会社だ。ミネラルファンデーションを日本で初めて販売したり、ターゲット層を的確に狙った商品を出す観察眼と先読みに優れているぜ。ミネラルファンデーションに関しては、アメリカで流行っていたものを日本向けに改良、販売して一大ムーブを巻き起こしたっていうから、ほんと先見の明がすごいわね。その先読みっぷりは海外進出でも発揮されたぜ。特に市場がほとんどなかった中国では、電子商取引を重視したりあらゆる SNS で宣伝した結果、瞬く間に市場を独占したんだ。中国最大の EC サイトである天猫での売り上げは年々増加していて、特に2019年から2021年の3年間は2位と圧倒的差をつけてトップに君臨してたぜ。市場がなかった状態で開拓したとはいえ、後続だっていただろうにトップを維持してるのはすごいわね。世界でもトップクラスの人口の国で先行者利益を得ることの凄まじさを見せつけられたって感じだな。近年では中国企業が本腰を入れて参入してきたこともあってヤーマン一強とはいかなくなってきたが、それでもかなりのシェアを保っているぞ。中国は低価格大量生産ができるという強みがあるから、流されるかブランド力で維持し続けられるかが勝負どころってところだね。6つ目は、家庭用の電気給湯器だ。主に電気ポットや電気ケトルのことを指すぜ。電気ポットなら私も持ってるよ。夜間の次ぐらいにお世話になってる家電だもの。電気ポットがいつ頃発売されたか、正確な年は不明だ。調べた限りだと1980年代に象印が電気エアーポットを発売しており、これが最初の電気ポットと見ていいだろう。電気ポットの特徴は、なんといっても沸かせるお湯の量だ。平均で2、3リットル。多いものだと5リットルものお湯を沸かすことができる。さらに簡単なボタン操作で扱えるのも特徴的だな。仕組み自体も結構シンプルなので、よっぽど酷使するかラフな扱いをしない限りは壊れないぜ。メーカーは5年ほどとしてるところが多いが、扱い次第じゃもっと伸びるかもな。電気エアーポットも、なんだかんだでテレビと同じくらい小さい頃からずっと使えてた記憶あるわね。そうした事情から、家電としての歴史は結構浅いものの多くの家庭で愛用されてきたぜ。それこそ霊夢のように夜間の次ぐらいに使ってるところも多いんじゃないか？ちなみに海外でも人気は高いぜ。特に象印の製品は優れた耐久性もあって、嘘かまじか10年単位で愛用してる人もいるほどだというぜ。10年単位は相当持ってるんじゃないかな？さて、一方電気ケトルは電気ポットとは逆に、少量の水を短時間で温めることができる電化製品だ。こちらは基本的に1リットル前後と一度に作れるお湯は少ないが、その分かなり早く沸かすことができるんだ。電気ポットと違って長時間の保温には向いておらず、沸かしたお湯は使い切らなきゃいけないのも特徴だな。プラスチック、ステンレス、ガラス製など様々なタイプがあり、デザインが良いこともあっておしゃれアイテムとしても有名だぜ。あと、よくコンロにかけて溶かしちゃうことでも有名よね。どういう覚え方だ。とはいえ、電気ケトルをうっかりコンロにかけてしまう事案が多いのも事実ではあるな。でも、なんでそんなことが起こるんだろうね。形状が夜間に似てるから、高齢の方がうっかりかけてしまうってことがあるらしい。ステンレスタイプだとさらに間違えやすいというぜ。ステンレスだと直火 OK ってイメージがあるから仕方ないよね。とまあ、どちらにもそれぞれ特性があるが、どちらも海外人気は高く、特に電気ポットの方は、外国人が日本に来た時に買っていく家電の一つに挙げられるほどだ。性能や使い勝手はいいし、おまけに頑張れば10年以上使えるほど耐久力に優れてるもんね。こうした面があるから、日本製の電気ポットは信頼が厚いんだろうな。7つ目に紹介するのは、ゲーム機だ。これはやっぱり外せないよね。据え置き機といえば任天堂のゲーム機、プレイステーションシリーズ、Xbox シリーズのどれかというのが、世界の共通認識と言っても過言じゃないもんな。
その中でも今、特に人気のゲーム機といえば、任天堂スイッチか PS5。これに異論はないはずだ。その二つは近年いろんな意味で騒がれたハードだもんね。任天堂スイッチは、任天堂のゲーム機のノウハウをすべて詰め込んだ、まさに任天堂の集大成と呼べるゲーム機、と言われており、2017年の3月に発売された。その謳い文句に間違いはなく、携帯機としてだけでなく、ジョイコンを外すことで、テレビを使ったり、本体の画面を共有して遊べる。これは今までになかった特徴だ。これまでもテレビに接続して出力できる携帯機はあったけど、ここまでできるゲーム機はなかったよね。その独自性と発売されるソフトのラインナップもあって、発売からしばらくは品薄状態が続いたぜ。あまりにも品薄が続くもんだから、公式から謝罪文を出してたぐらいだ。早すぎるのも考えもんだよね。その後、廉価版のスイッチライトやバージョンアップ版が販売されたり、需要が落ち着いたこともあって、今は比較的手に入りやすい状態だな。最近面白いゲームも増えてきたから、新規さんは本当に助かっただろうね。次に紹介するのは PS5 だ。こちらはご存知プレイステーションシリーズの最新作で、日本では2020年の11月に発売された。PS4 をはるかに上回るスペック。そして 4K 出力に対応した、実写と見間違うほどに洗練されたグラフィックが注目を集め、スイッチ同様発売前から人気は高かったぜ。しかし、発売時期に新型コロナが流行していたせいで、PS5 はその影響をもろに食らってしまったんだ。生産工場の人員削減に、半導体不足、そして需要を見越した転売屋たちの横行、本当にこれでもかってぐらい逆風吹き荒れてたよね。特に転売屋たちの被害がでかくてな、2021年の1月にヨドバシ秋葉店がゲリラ販売をした際には、警察が出動するほどの騒ぎに発展したっていうからな。暴れすぎだろ転売屋。このように、PS5 はスイッチとはまた違った事情で発売後しばらくはソフトはあるのに本体がねえって状態が続いたんだ。しかし、最近はようやく供給が追いついてきたから、スイッチ同様店頭で買えるようになってきてるぜ。PS5 は特に転売問題がひどかったから、普通に買えるようになって本当に良かったわ。そして転売屋は滅びろ。おっと呪詛が漏れてるぜ。近年はこの二つが話題だったから取り上げたが、実はファミコンをはじめとしたレトロゲームも人気が高くて、こちらもなかなか高額で売買されていたりするんだ。昔のゲームにも名作は多くあるからね。というか今でも動いてるハードがあるのがびっくりなんだけど。今でも動くほど頑丈に作った会社がすごいのか、動く状態を保ってた所有者がすごいのか、なかなか判断が分かれるな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。